お待たせいたしました。マイクチェック、マイクチェック。はい、先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、ちょっと時間過ぎました。申し訳ございませんでした。ということで、週末のレビューをねやっていきたいと思っております。ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤です。どうもどうもでございます。皆様今日もよろしくお願いします。いや、さあみなやっつってね、めちゃくちゃ寒いですね。栃木風に言うとサミナヤですけど。サミナヤなの？いや、サミナヤが栃木の言い方ですけど、仙台はどういう感じですか？寒いねじゃないですかね。あんまり分かんないですね。それはありますけどね。うちの親父、いや、サミナヤって言ってどうでしょうね。はい、マイク OK だそうです。ありがとうございます。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやいや、ミスター豊川。ね、今日は。そうなんでございます。けれどもね、あのループやばやばでしたね。いや、素晴らしかったですね。すごかった。ね、それが伝説の男ですね。伝説の男。やっぱね、オイペンで伝説。なんで花輪なの？知らない？伝説の男みたいな。あ、そこ。よろしくお願いします。お願いします。バカですいません、今夜もね。一つよろしくお願いいたします。いやいや、あとね、今日は、はい、あの、早速すぐレビュー行くんじゃなくて、はい、ちょっとだけ見るわかに、まあ、あの、画像も何もないんですけど、見るわかニュースちょっとやってから久しぶりにね、行こうかな。はいはい、ニュース。なるほど。はい、いや、あまりにも、うん、うん。世界のサッカーでいろんなことがありすぎて、世界のサッカーありましたね。はい、ちょっとお伝えしたいなと思って、皆さんちょっとね、最初もちょっとお付き合いいただけたらなと思って。何をピックアップしてくれるんだろう。はい、まずはい、ビジャレアル、あー、レッドカードがありましたね。の前に、まあ、てたよ。まあ、首位ね、首位なのよ、ビジャレアル。なんだろう、これ喜んでいいのかびっくりした。たくさんあるんですよ、ところ。まず、ビジャレアルが、はい、とりあえず1タイですよね、一応ね、勝ち点的に言うと、勝ちましたよ。リーが1位なのよ、はい。ね、うん。で、あの、それプラス、あの、タケがとりあえず、あの、うん、出場時間最長をとりあえず更新と。はいはいはい。ビジャレアルの中で、まあね。そういうことだね。はい。で、レッドと。なんか感情ごちゃごちゃ。感情ごちゃごちゃ。さっきわかんなくなるんだよな、やっとね、こう、ラブレター実って、付き合えた。ね。そう、付き合えたのはいいけど男だったみたいな、そんな感じでしょ。そう、本当もうなんだよってなるし、ね、そうだね、確かに。で、このでもう次、あとなんだなんだ、リバプールもなんかあった。はい、まあ、南野匠、エバートン戦の先発予想みたいな感じでね、なんか今週の頭ぐらいでは出てます。先週の頭出てましたけど、はい、まあ、知ってる、出なかった理由な、分かんない。 なんかあんの。実は、うん、あの、前半早々にあのファンダイク負傷、はい、大怪我です。ああ、そうなんだ。そっか、ディフェンスに使っちゃったから枚数を。そうなんです。しかもだから、ファンダイクがユーロ間に合う。先生の声が消えた。ファンダイクがユーロ間に合うか、いわゆる年内帰ってきません。なるほどね。わ、これは大変だ。そうなんです。そうですか。そんな、まあ、他にももちろんいろいろあったり、取ってなんか3-0からね、たった8分から触って置いたり、はいはいはい、って話もあったんですけど、実は退場者がもっといるんですよね、今回。ほう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 。伊藤純也。伊藤純也退場した？あれ見てたよ、俺昨日。伊藤純也まずあの2アシスト。ああ、そうでしょ？そう、はいはい、すごいですよ。だから日本代表でやってきたことを、うん、なんかそのままこうクラブにもなんか生かしているような感じがいいなと思ったんですが。切れてますよ。切れてる。ね、うん。後半37分にイエロー2枚目もらって退場。はい、そうだったんだっけ？まあ、勝ったんでね。ああ、いろいろしながら見せたから、そっか。ちなみに昨日、ヘンク対シャルルロワという試合だったんですが、すごかったね。うん、2対1なんだけど、実はアシストした選手で言えば、うん、伊藤、森岡っていう。おお。日本人大活躍だね。面白いですよね。ベルギーってあれもすごかったでしょ、ベールスホットとシントドロイデン、直接対決。そうですね。スコアなんだ、6対2だっけ、6対1だっけ。すごかったね。6対で結局ね、3になったはず、6対3。6対3。ね。でも、ユーマも鉄塔に、ね、入れたしね。そうそうそう。うん、でしたね。まあ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 。あと、やっぱ日本が誇るストライカーと、ストライカーの話もちゃんとしなきゃいけないですね。はいはい。橋本健人。うん。また点取りまして。うん。5点目です、もう。素晴らしい。素晴らしいよ、ストライカー。ストライカー、橋本。9試合で5点目なんで、うんうん、Jリーグに置き換えたらあのオルンガに次ぐぐらいの位置にいますね。
そう、そういうことか。俺がフォトじゃないにしろってことすごいね。でボランチなのにってので、そうですね。そうやっぱりみんなあれですね、退場になってのはちょっと休みたいんじゃないですか。それもあるかな。あるか。久保はね、でも守備頑張れって言われてるからどうしてもっていうのはなんか書いてましたけどね。むしろだってそれもあるんだろうな。フィジカル強くなりすぎてのあれみたいなもんでもありますからね、うんうんうん、ある意味すごくなったとも言えるし、昔の自分の軽さじゃないってことなんだね。そう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 、体鍛えてもね、もう熱くなって、はい、昔の自分だったら取られなかったっていうようなことは海外でも取られちゃうようになってきてるという。いやすごいね、いい体がつけるってことじゃないですか。そういうことでございますよ。いいですか、うん、あとね、これ有言実行だなと思うのが、リーツ同案ですよ。リーツ同案、はい。バイエルン相手に点取りましたよ。ああそうでしたね、うん、高原思い出しましたね。ねえ、ていうか同案が、うん、いわゆるペースフェイからあえて、いわゆる格的には落ちちゃう、はい、アルミニアビニフェルトに来たのは何かって言ったら、はい、うん、やっぱりオランダは自分たちが上のチームだけど、はい、いわゆるある意味格的には落ちる、ね、そう、格的には下がるかもしれないけど、欧州の全世界のフィールドで言ったらやっぱりオランダよりもドイツの方がまあいいチームというか上のチームがたくさんあると、はいはい、そのチーム相手に俺が点取ればそのチームに行けるっていう南の戦法ですよね。なるほどね。でやってやるんだって言ってたら、いい、うん、本当に取るっていう、バイエルンに対してだからね、うん、これはいいですよ、素晴らしい。久保の退場は取り消される可能性があります、なんで、すごい、なんからしいです。なんかとりあえずビジャレアルとエメリ監督がとりあえず取り下げろって、あ、誤信じゃねえかと。そう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 、確かにあんま深く見なかったけど触ってないようにも見えたね。なんだろうなっていうね、アフターの足裏チョンみたいのが取られたのみたいなね、わかんないけど、それちょっとかわいそうだったねっていうことがありました、はい。そして、まあ、最後ちょっとドルトムントの話最後に、はい、あの皆さん見る赤でも台所事情でドルトムント編出させていただいたんですけど、はい、見ていただけましたでしょうかと、うんうん、まさも覚えてるかもしれないけど、はい、あのなんかめちゃくちゃ前線が若かったみたいな、うんうんうん、あったと思うんですよ。メンバーがね、はい。そう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 。うん、その中でムココ君っていう15歳の子がいるんですよ。ムココ君、はい。今実はまだ15歳でトップチームに出られないっていうのがあるんですよ。ムココ君。そう、あの、はい、J だと別にほら森本孝之が記録したりとか別に中3で出ようが何だっても構わないけど、はいはい、一応16歳にならないと出られないっていう制限があるんですよ。うん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 。でしょうがなく彼は。あのアンダーで戦ってるんですけど、今年アンダー19で戦ってるんですけど、はいはいはい、今出場した試合全試合ハットトリックっていう、うんうんうん、開幕から全試合ハットトリックやってるんですよ、うん、信じられないでしょ。すごいですね、うん、で来月誕生日迎えるってことで、うん、どうやら上に来るみたいだから、なるほど、ちょっと楽しみですね、うんうんうん、はい、ということでございます。はい、ということでございました。行ってみましょう、 J レビュー J1 第23節、 J2 27節、 J3 22節ということでございますね。はい、よろしくお願いします。昨日先生夜やってなかった、でも J リーグのやつ。何ですか、やって一人のチャンネルやってたよね、 J リーグ振り返りみたいな。喋ってます、喋ってます、ね、重複しちゃう。うん、全く。あ、そうなの、違うの、はい、あ、そうですか、はい、はははは、わかりました、はい、大丈夫でございます、はい、行きましょう、行きましょう。あれ結構やってんの、あれいつも、あのやれるときは、うん、ああなるほどね、はい、こっちでやったらいいのにまあまあまあ、まあ、当日のミルク砂糖的振り返りいやいやいや、もったいなくない、せっかくやってるの。いや、まあやれるときなんで。おー、そうなの、はい、うんうん、俺は当日は無理です、全試合見れないもんだってそりゃそうだ、そりゃそうだ、よく受け止めてますよね皆さんも当日をねはい、ありがとうございます。すごい方がいっぱいいらっしゃる。はい、それでは行きましょう。こちらドン J1 でございます。J2 からね。今日も J2、J3、はい、そして、じゃ J2、J1、J3 かの順番で参ります。はい、順番でいきたいと思います。皆さん今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、ではこんな感じでした、はい、うん。J2 から順番にやっていきましょう。はい、ね、1試合目、ベルディ対栃木ですね。はい、これババーっとこう振り返ってみますけども、あの、はいはい、1枚目。1枚ずつちょっと試合行くシステムに変えたんで、見出しは後から1個1個出ますんでね、皆さんちょっとそれはご了承いただきたい。はい、はい、じゃあ1試合目いきましょう。どん、こちらでございます。はい、ベルディ栃木でございます、はい、こうね、はい、まずは、はい、この試合ベルディ栃木がまあ 0-0 スコアレスドローでした。はいはいはい、なんか全体いろいろ考えると、うん、はい、そんなにこう得点が入らなかったなっていう、ね、うん、普段に比べるとちょっと少なかったよなって週末かな、うん、だったかなと思いましたと、うんうん、はあはあはあ、まあ確かにそうか、そうですね、ドローとか多かったね、
そうなんですよ。特にこの、なんか土曜の最初の時間帯とか、あんまり決まんないとかっていうのが多かったですね、よく考えるとね。ただ逆に言うと、守備陣のデータが半端じゃないんですよ。はあ、なるほど。守備がハマってたってことでもあるもんね。そうで裏をすね。返だせばから、ね。やっぱりもともとこのヴェルディと栃木なんかは、スカウティングでも話した通り、まあちょっとスタイルが完全に違う。そのパス型の、いわゆる地上戦を仕掛けていくような、まあ、ヴェルディに対して、まあ、空中戦がお得意な、まあ、栃木という形でもありましたけど、ちょっと様子見感もまああるような時間帯が多かったなと思ってて、そう、お互いのその得意なところはあるけど、それを出さずに苦手なもので、こう、苦手というかね、そっちの方でどう潰していくかって話したんですよ。その中で、まあ、唯一栃木の中で高さ対策要因ではない左の黒崎選手が、かなりそのヴェルディのいわゆる地上戦プレイヤーたちをこう潰している傾向が高かった。仕事をさせなかったというね、見出しの方にも書いてくれてますけども。そうですね。なんでちょっとやりづらさを覚えたらヴェルディだったんじゃないのかなっていう、なそるほのどまね。あまあ試合が終わってしまったのかなというところで、まあ、痛いというよりかは、お互いなんかこう今後の見据えてのは、なるほどね、こういうパターンもあるわけね、分かった分かったみたいな、なんか睨み聞かせたような一試合になったんじゃないかなと思いました。なるほど。雨の中ね、あれでしたけどね、ちょっと行こうねかなと思ったんですけど、ちょっと行けなかったですね、いろいろあっえ、て。まあここはね、まあでもだから、なんかただその代わりなんですけど、全世界でなんか柳選手みたいな得点があまりにも多かったですね、なんかね。ああ、そうですか。そうなんですよああ、今ね。節は？そうですはね。なんか日本代表戦でも見たなと思うし、海外試合でも見ははははは。たなと柳ブームでございますからね。柳ブームが起こってま柳、したそうですね。ね、ムーブメントが。多分ちょっと柳選手、ちょっと移動しすぎて疲れたかな。この試合では点取れなかったですけどなるね。ほど。東京そんな遠くないですよ。ね。栃木の人は言いますよ。東京は遠くないって言いますから。そうですそうですね。よ。はい、まあそんな試合でございました。結果、ヴェルディ7位、ステイ、そして栃木は12位になっておりますということでございます。は続きましてこちら、ドン、徳島、甲府01、甲府でございい。いまやしー、もう、た。甲府が首位、ニュニュ徳島に勝ちましたということニュ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 ニ
ったので、福岡が首位、徳島が2位ということになりましたと。はあ、これは あれちょっと待って、俺右下に順位出してるんですけど、これ間違ってる？徳島が上になってる。福岡っすね、今1位。あ、本当？あれ終わっての順位でこれ書いたつもりなんだけど、はい、しまったー、間違えたー、ごめんなさい。本当に？本当に？いや、そうですね、勝ち点55で福岡が1位です。うわ、1個前の順位表だ、忘れてください、ね、はい、はい、悔しい。うわ、 J1 も J3 も全部やったのに全部間違ってるかもしれない。ちくしょー、はい、すいません。すいません。で、まあ、戻しますけど、はい、まあ、甲府が勝ちましたということで、うん、しかもあのこれで甲府が、皆さん覚えてらっしゃるかですけど、はい、あのこの間北九州に勝ったんですよね、うんうんうん、上位勢から2連勝なんですよ。なるほど、そう、はいはいはい、でしかも、まあ、また後で話すけど、その上位対決で北九州対長崎っていう試合があって、うん、はい、その3位4位対決が引き分けに終わり、甲府が徳島倒したから、はい、福岡だけはちょっと上にヒュンって抜けてっちゃったけど、なるほど、甲府からしたら2位の目はちょっと見えてきてしまったんですよね、はいはいはい、これはもう、ね、だからニヤニヤしてる感じになると思いますけど、そっか、うん、うん、まあここでちょっとすごかったなと思うのが、徳島はもちろん頑張ってはいたんだけど、はい、いやーちょっと途中からかな出てきた宮崎選手、はい、宮崎選手素晴らしかったんですよね。上のね、見出しにも先生書いてくれてますけど、はい、そうなんでございますよ、うん、あのまあ 0-0 でずっと推移して、まあこのまま終わるんじゃないかな、はい、いわゆる先ほども言った通り、なかなかこの時間帯がほとんどの試合で点決まってなかったのもあったので、はいはいはい、うーん、ちょっとこのままのペースなのかな J2 なんていうふうに思ってはいたんですが、その宮崎選手が本来あのフォワードの選手なんですけど、なんか右ウィングバックというか、もうなんなら右サイドバックぐらいの位置に入ったんですよね。お、なるほど、そう、藤田選手に代わって入りまして、はいはい、であの徳島のボールが、まあ甲府ディフェンダー陣のところに飛んできた時のそのこぼれ球というか、はい、そこを拾った宮崎選手が一瞬の隙を見てこうパッとこう前線見たんですよ。そうでしたね、うん、はい、なんかやっぱフォワードだなってやっぱり思っちゃって、フォワードだからこそ前を見るみたいな、なるほど、そこにちょっとスペースがあったんですよ、うん、
ね、そこに蹴り出してその中から得点が生まれたという。そうでした。松田選手、デブ選手の流れで、一瞬の隙だったな、これは徳島と。ただ、うんうんうん、宮崎選手入れてそこでフォワードっていうふうにした、まあ、甲府の、まあ、一つの、まあ、伊藤監督の一つの手腕が発揮されたポイントだったのかなとちょっと思いました。なるほどなるほど、ということでございますね。はい、ちょっとで、ね、やり直してみましたので見てください、ね。ドン、順位表出ました。見えねースマホでもなんとか見えるように私はね工夫して、感じにカットしてきたんですけどもね、今これが精一杯ですね、はい、見えねー来週からまたね、常に発展していきたいと思います。ありがとうございます。はい、続きましてですよ、ドン、はい、こちら千葉対町田でございます。0-0ドローとなりました。はい、こちらもスコアレスドローでございました。そうでしたね。まあちょっとまず千葉で問題が発生したのが、はい、田口選手がちょっと前半19分でも交代になっちゃったんですよ、ね。はいはいはい、うん、それがちょっと想定外な流れだったと思うんですよ。肩だったかな、はい、確か痛めたのが、うんうん、そう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 、ってのはあったんですけど、うん、この日はどっちかっていうと千葉を皆さんを褒めていただきたいという形ですね。はい、驚きだったのが多分今シーズン初めてだと思うんですけど、うん、はい、J2 のあのタックルの鬼佐野回収が、はい、なんと初めて回収できませんでした。わ、回収できないこともあるんですね、佐野回収選手も。タックルゼロ、はあはあはあ、これは意外です。だからある意味では、まあ、前節、それ前節京都戦でまあ激しくいろいろできてたから、うん、千葉としても、はいはいはい、あいつに仕事させたら俺らは終わるみたいなところあったんじゃないかなと。なるほどね。うん、はいはいはい、でそれをよくまあ熊谷アンドリュー選手中心にこう締めてたなってところはあって、うん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 、佐野にボールタッチさせんなさせんなぐらいな感じだったから。なるほど、うん、まあでもちょっと守備意識がだからこちらもやっぱりかなり高まりすぎたがゆえのっていうのはちょっとありそうかなと思いました。両チームとも守備は高まっているので、まあ次戦にちょっとまた期待かなというところでございます。はい、なるほど、はい、先生いいレイアウトを見つけてしまいました。ラグがあるんでもうすぐ確認できます。あ、これ順位見やすいですね。あ、ちょうどこの右端にはちょっとチラチラと。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでございました。0-0ということでございましたね。でした。はい、続きましてこちらです。ドン、北九州長崎は1対1でございました。いやー、はい、鬼奴。鬼奴でございました。鬼奴でしたね。確かに鬼奴でしたね。1対1の展開。まあ、ディサロが決めて、はい、まあ、後半です。後半のね、もう終了間際です、両チームとも。はいはい、イサロが決めて、海王星大が決めてみたいな流れでしたけど、はい、うん、まあでもその手前よねというところで、リサロが決めましたになる直前というか、はい、起点アシストになったのが荒垣選手、はい、左のハーフスペースで起点になって、 そこをぐるんと大外から回ってきて、ハーフスペース奥まで入り込んでったサイドバック福森選手のグランダのクロスにリサロが合わせるという、はいはい、もう福森あっぱれだったなと思いますし、うんうん、あとはもう北九州ではなく今度の長崎の方で行っても、まあ、ルアンのフリーキックに対して海王セザール、はい、もうほんと右足のつま先っていうところだったから、うん、まあ、よくそこで合わせたっていう流れだったと思うので、うん、これはもう両チームとも、まあ、してやったりというか、両チームとも本当は勝った方が良かったと思うんですよ、それぞれどっちか、はい、うん、それを狙ってたと思いますが、うん、まあ、たまたま徳島が負けるっていうのもあったので、はい、両チームともある意味心穏やかに勝ち点1ずつ徳島に対して詰めることができた。なるほどですね。47まで来ましたから、いや順位表見やすいね。ヤバンツ詰めました。3位に上がりましたね。いいですね。そうですね、うん、親方ナイスパーでございます。あ、ナイスパーでございます。コーナーの近くの席で生観戦してました。福森のクロス&ドリブル突破には興奮しましたし、ルアンの笑顔にキュン死しました。あら、今日葬式ですか？ね、キュン式、キュン式が行われてますね今。そうですか、お疲れ、ありがとうございます。ありがとうございます。あとはね、この試合実はマンボザマツだから、その得点に絡んだいずれかの選手になるのかなって思ったら、はい、まあ、驚いたのはというか、うん、久しぶりになったんですけど、うん、北九州の村松浩太選手がすごかったですね。はいはいはい、なかなか北九州先勝ててなかったってところがあったりとか、うんうん、データ的にもちょっと鳴りを潜めてるところが特に村松選手あったんですけど、はいはい、やっぱりこう、こいつがキーマンだっていう風になってる選手相手だと、はいはい、まあ、ガツガツいけるなってところがあったので、なるほど、なんか久しぶりにこう戻ってきてる感じがして良かったなと思いました。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。ということでした。まあでも決めるべき人が決めるとやっぱ盛り上がりますね。盛り上がりますね、間違いなくね。そうでございます。はい、続きましてこちらいきましょう。あ、ギラマツ3位ですね。
はい、そして長崎は4位でございます。でございます。はい、続きましてこちらドン出ました。琉球松本は 2-0 琉球が勝利してますよ。はい、まあ、この試合もなんといっても、はい、上里選手のブレ玉ミドルですね。いやー、あれすごかったっすね。あんな止められるかっていう、ブラスだけブラしてどうすんのっていうことね。そうなんです、ブラシに行ってますよね、あれね。無理だもん、あれ。いやー、あれは取れないわ、びっくりしたね。信じられないもの見たなっていう形で、あんな打てちゃうんだったら10点ぐらい取れそうですけどね。なかなか打たしてもらえないでしょう ね。でもやっぱりこの10年間ぐらいの J リーグ遡ってみても、はいはい、やっぱりミドルシューターの一人にやっぱ上里選手って入ってくるから、あ、歴史的な、はいはいはい、そう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 、うん、まあだから多少強いて言えば、うん、松本それを考えるべきって言い方もあるけど、はい、まあ無理ですね、あれね。止められない、止められない、止められないね、確かにね。で2点目も、まあ、うまく攻撃の形作った上での、まあ、オンゴールになっちゃったのもあるから、はい、って考えるとやっぱり松本としてはオフェンスの方ですよね、まあ、多少ちょっとしょうがないような2失点だったので、ねうんうん、1点って言いたいし、なんと実はこの試合なんと枠内ゼロ。あ、枠内ゼロか、はいはい。まあ琉球がね、やっぱりいつも通りなのホームならではの音楽が結構鳴り響いてたりだとか、はいはいはい、なんか沖縄感あるなと思ってこの試合見てましたけど、ね、そう、飲まれたはないんだけどね、これちょっとマーさんもちょっと皆さんも見てほしいんですが、この試合も何回かあってる的な話なんですけど、今マーさん出してくれてる皆さんね、このフォーメーションの中で、はい、松本の一番前センターフォワードやってる榎本選手、はいはい、彼がですね、はい、はい、うん、彼にボールを合わせるんだったらやっぱ分かるんですけど、うん、彼がですねロングスローを放ってたんですよ。はいはい、誰に当てるのよと思ってなんでなんですかそれは。まあ彼自身がそれ、うん、あの高校時代からそのロングスローとして有名だったってのもあるんだけど、だ誰に当てんだろうと思って、それだけをちょっと僕は分からず、あの奇策ですね、ある種ね、まあ、そうですね、で、うん、強いて言えば坂野選手後半いたからってのも、うん、まあっていう見方もまああるけどっていうってこと。そうですね、うん、でもんっていうのもあるので、それがちょっと気になりましたね。むしろだから榎本にやっぱ当てる形のために彼入れてるはずなので、うん、そこを今後どうしていくのかなっていうのだけちょっと気がかりだった。なるほど、先生が気になったということですね。そうですね、うんうんうん、はい、まあというところでございました。琉球勝て18、松本は22ということですね、うん、はい、ありがとうございました。続きましてこちらですよ、ドンということで山形対愛媛ですけども、4対1になりましたね。山形勝ちました。いやー、もうこれ山形素晴らしかった、もうすごい素晴らしかったし、言いようがないです、でこの試合もかなり分かりやすかったのが1個あって、はい、うん、あの山形と愛媛で、うん、あの場合分けの想定みたいなものが場合分け、はい、はい、があるんですよ、はい、例えばこれ、あの皆さんお仕事される時とか、例えば学校でなんかコミュニケーションされる際とか、まあさんで言ってもそのお仕事の際とかだと思うんですけど、うんうん、なんか次こいつこういうこと言いそうかなって、なんか頭の中にこうなんかパラってこうなんか選択肢みたいなのが出てくる時ありません？自分の当時ありますね、はい、それが山形の中ではこう愛媛の選手たちきっと次こういうプラン考えてそうだなってのが4つ5つぐらい出てるのに対して愛媛が2つ3つしかないような展開がすごく多くて、そういうイメージがあったわけね先生の。そうですね、なるほど、その差が結構出てたなと思います、うん、あ、名前さんナイスパーでございます。ナイスパーでございます。愛媛戦カリーパン情報、じゃこ天と芋炊き入りが販売されました。芋炊きなんかうまそうだそう、ね、はいはい、すいません途中、はい、伊藤翔太直丸がすいません先生途中、はい、あの伊藤翔太さんからじゃこ天うまかったですとありがとうございます。すごいですね、起承転結いただいちゃってますね、ありがとうございますはい、ありがとう。なんかまさにこのカモロンみたいなものがねすごく多くて、これちょうど僕これ書いてた時に、どこのチームだったか忘れちゃったんですけど、誰かで、うん、がコメントでも本当に残したんですよこれ、はい、この試合じゃないんですけど、はい、うん、あのうちのチームと相手のチームでそのあのここに来るかもしれないっていうその想定に差があったみたいなことを残してる方がいて、あ、やっぱそういうことってあるんだなっていうのはありました。ただそのうち1個だけは絶対に無理だなと思うものがあって、なんでしょう、はい、あのこれはもう皆さんも何が何でも見てほしいゴールの一つなんですけど、うん、山形の4点目なんですよ。4点目、はい、はい、南選手が、うん、あのまあ
左足、逆足ですね、自らにとっては逆足で、うん、逆回転のカーブをかけて、しかも外側にギュンとこう、はいはいはい、すごかったね、のスルーパス出して、確かに確かに、はいはい、それに加藤選手が反応し、よく反応したなと思い、うんうん、タッチラインはギリギリのところでクロス入れて、それでゴール奪ってくってね、最後中尾素晴らしかったですね。あんなは無理だなと思った。ちょっと南選手の信じられないスルーパス、皆さん見ていただけたら。はい。いいなと思います。ぜひぜひ、もう惚れ惚れとします、うん、気になったところはね、ぜひダゾーンでチェックしていただきたいなと思います。よろしくお願いします、はい、なるほどね、カモロン勉強になりましたよ、うん、ありがとうございます。はい、続きましていきましょう。あ、これで山形は何位になったんだ、5位、8位だね。はい、そして愛媛の方が、最下位22位ということになります。はい、はい、あ、名前さん、またナイスパーでございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。前半終了の笛の直後にカメラに抜かれたビニシウス・アラウジョの仕草が可愛くてキュンキュンしてました。ありがとう、お知らせありがとう。なんかね、やっちゃったみたいな顔してたんですよ。ああ、そうかもしれない。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。ビニシウス、いいゴールでしたね。はい、そしてですね、あ、ビニシウスは入れてないで、切れたよね。入れました。はい、水戸対新潟、こちら1対3新潟ということになりましたね。はい、いやー、新潟もまたやりましたね、はい、まあ、マウロと、まあ、あとはこの日はただちょっと中島元彦選手がちょっと別格な動きをだいぶ見せてたなと思いました、うんうん、はい、あのこの日全体的に言うとやっぱり水戸の選手たちしたたかだなって見てて思いまして、はい、うん、分かってたんですよ、やっぱり新潟が攻勢仕掛けてくることなんて、なるほど。だからまず新潟ががっつり来るだろうかなって、水戸は結構がっつり守ろうとしてたんですけど、はいはいはい、それを逆手に取りましたね。ある程度ここら辺にこう仕掛けてってみたいなことやったら、そこに食いついてくるから、じゃあそのセカンドサードのその波状攻撃の中からいろいろやったろうやないかいみたいなことを、だからもう新潟やっぱり何が何でもこの日やっぱ勝たなきゃいけなかったってのは、そうだね、なんだなと思いました。いろんな問題がありましたからね。そうですね、まあ、結果的に言うと、まあ、今日出ましたけども、パビオとやっぱり、マンジーは、まあ、解雇ということで。うん、ああ、そうなの？まあでもしょうがないです。J リーグの過去の歴史だけじゃなくて、前例に基づいてと言いますか。まあ全部そうなので、そうならないことの方が起こしちゃったから、まあそうだね、確かに、まあしょうがないですね、ここはね。マンジー、ファビオは残念だね。好きだったからね。そうですね。気をつけていただきたい。あ、マルシュさん、トークライブありがとうございます。あ、ありがとうございます。キテレツさんもさっきありがとうございました。ありがとうございます。ね、はい。でもただ、そうなってくると、うん、やっぱすげえな、アルビって思った部分あるんですよ。はい。まあ、正直センターフォワード2枚書きました、うん、渡辺新太も怪我で離脱です。はい、よくチョンテで取ってたよね。ああ、本当だね。天才的だなと思います。確かにそれはそうだね。チョンテいなかったらちょっとやばかったね。やばかったです、うん、でちなみにこれもあのまあさんちょっと順位を見ていただければなんですが、はいはいはい、先ほどまあ甲府の話もしましたけど、うん、新潟もこの試合勝ったので、はい、でお伝え記法通り、まあ、徳島が負け、はい、北九州長崎が引き分けたので、うん、新潟甲府がいわゆる2位になるチャンスがちょっと出てきました。はいはいはい、勝ち43と42ですから今ね。そうですね、うん、甲府ももちろん上がっていかなきゃいけないし、うん、新潟としてはいろいろ考えるといろいろやっぱりここからより上がっていかなきゃいけないのは明確な事実なので、はい、そうですね、ここから案外この2チーム行くんじゃない、うん、っていう、あとは北九州長崎どれだけこう耐えられるかになってくるかもしれない。はいはいはい、うん、なるほどね。ただ水戸も良かったんだけどね、良、うん、かったんだけど、やっぱりその中本流れみたいなもんだなっていうのがあったので、はい、ただ水戸やっぱりこの間の千葉戦みたいなこととかで、はい、逆にその新潟のいい流れがあるからこうこうこうして守ってやろうってその戦術というかその戦略を取った上でやってたので、うん、それさえも上回った新潟は皆さんこの辺もみんなで褒めましょうっていう、うん、あとね先生、水戸のあの黒いユニフォームめっちゃかっこいいっすよ、かっけー、かっけーよあれ、昨日黒だってね確かね、あれ黒です。あとあの奥田選手決めた時のアシストね、2人ごっちんこしてそれがアシストになったっていうね。あれ可愛かったです ね。あれ絶対お互いにうわって声聞こえてるよね、あれ、うん、ゴンあって言ってるよね、あれね。だから得点した奥田選手もあのちょっと心配そうな顔でちょっと喜べなかったっていう得点ね。ね、まあ点差ついてたのもあったかもしれませんけど、うん、って言っちゃうよね。言ってたと思う、怪我なくてよかったですもん。いや本当ですよ、でもナイスシュートでした、はい、ねー、ということでございました。はい、ということで水戸はないな、12時12位になりましたね。はい、新潟5位に上がっています。続きましてこちらドン、
さあ、群馬対福岡01福岡ということでございました。先生12連勝おめでとうございます、うん、はい、12連勝ですって、うん、まあさ、皆さんそうですよ、12連勝ですよ、聞かないよね、聞かないよ、聞かないよ、すごいことだよ、すごいこと、急に上げてきましたからね。どうやって点取れるのか全くわからないです、はい、福岡今、うん、守備がものすごいってことですよ。そうですね、うん、というか実はあの群馬も今どうやって、はい、群馬からも結構どうやって点取っていいかわからないレベルなんですけど、なるほど、それでも取ってきたっていうのも、はいはいはい、しかもその点取ったのが、はい、未だね、あの出場試合負けなしのその前広之だっていうんだから、うん、いやー流れたるものやっていう、本当だね、確かに、うん、アビスパワーさんありがとうございます。アビパワーさん12連勝861日ぶり単独首位ということでございますね。すごい地元紙に載ってるような感じの見出しをありがとうございます。ありがとうございます、はい、うん、ただねこれは強いよ、はい、というか、はい、あのもうだって融合チームなんだもん、もうもはやこういうと、うんうんうん、融合チーム、あのこの試合その点決めたのが、はい、前広幸選手ではあるんですけど、はいはいはい、ボールクロスボール放ったのが福光選手なんですよね、うん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 、で監督長谷部さんでしょ、はい、これ勘のいい方も分かってると思いますけど、うん、この3人去年みんな水戸にいた人ですからね。なるほどね、うん、なるほどね、もともと福岡にあった、ね、はいはいはい、選手層ってところがあって、はい、まあ、そこからもそこからそのまず水戸 の、 その長谷部の血がやってきたわけじゃないですか、はいはいはい、その長谷部の血が欲しがってる、その足りない、まだ足りないよってポジションを、うん、日本中世界中あらゆるところからグワッて呼んで、うん、グワッて集結させて、うん、これでしょ、なるほど、ね、すごいな本当、はいはいはい、いうのがね、うんうんうん、まあ今しかも群馬としても、はい、この日群馬ね守備が実はめちゃくちゃ効いてたんですよ、はいはい、ただ効いてたんだけどちょっとディフェンダーズハイになったんじゃないっていうところを、ディフェンダーズハイとは何でしょうか、いわゆるディフェンスができまくってるから、はい、ちょっと視野がちょっとディフェンスに傾きすぎたというか、うんうんうん、テンション上がっちゃったってことですか、うん、走ってて気持ちよくなるのがランナーズハイなら、うん、そうディフェンダーズハイというのもあると、川上岡村の2人は本当に出来がいいです、うん、1失点はしたし、まあ、ベストイレブンには惜しくも入らなかったんですけど、遜色ない出来のところまでいて、やっぱり、はい、あれどっちがっていう風な言い方をするぐらいの本当ディフェンスのもうデータは高かったんですが、なるほど、でも逆に言うと福岡はそこさえも狙ってきた可能性はあるんじゃないって、守備にある意味では、うんうんうん、そのままある意味では釘付けさせたら、こっからそのまま守備にはまってあまりこうカウンターとかやってこない可能性が高いから、そのままどんどん何回も攻めてみようみたいな流れというか、その中で去年の流れとかも分かる、水戸は特に押し込まれるケースとかも多かったし、うん、後ろにそのディフェンダーたちが多い場合とかだったらどうすればいいかってこともやっぱりその長谷部監督の中のプランとしてやっぱり2年構成でやってますから、はいはい、いやーなんかあったんでしょうねそこら辺で、なるほどね、うまかったなと思いました、はいはいはい、はい、うーん、この的はどこまで突っ走るか、勝丸さん注目で、博多ラーメンに納豆がトッピングされたかというね、なるほど水戸のね、あ、美味しそうです、それもね、確かに、アビスパ勝ち点55首位ということでございます、うん、群馬は、勝ち点26の20位ということになりましたということでございます、はい、じゃあ次のゲームいってみますか、はい、こちらでございます、金沢岩田は01岩田でございました、ね、やっぱり相性的にもこれで、うん、岩田はまあ4戦4勝ですね、金沢相手に、しまった、ちょっと福岡の見出し出すの忘れてましてごめんなさい、はい、ね、終始守備的な守備に釘付け、王者元の福岡ついに首位ということでございます、うん、すみません、はい、さあそして金沢フォワードの数値がまるで違う、岩田ベテランの味テンポダウンということ、いやもうね、はい、最近金沢のフォワード陣って丸川を特に復帰してからとかは、はいはい、めちゃくちゃその数値的にもリーグトップクラスの成績ずっと残したんですけど、うん、なるほど、あれっていうぐらいの数値になっちゃってて、はい、この試合では、はいはい、まあどちらかとやっぱり岩田のそのディフェンダーたちがやってきたことが今までとやっぱり違うんだろうなと思っていて、 はある程度こう好き勝手もやらせないというか、うん、金沢のフォワードたちに、うんうんうん、であとやっぱ若手組が多いので金沢は、なるほど、ちょっとたまにこうイケイケどんどんになってくることはあるんですよ、はいはいはい、うん、でその時間さえも、うん、与えません与えませんみたいな形というか、うん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 、
だったんで、ちょっとこう、シュンとなり始めたんですよね。はい。あの、シュート自体はもちろん放ってはいるんですけど、はい、なかなかボール回せなかったり、まあ、もともとこの日、あの、心臓部である、あの、藤村慶太選手が、あの、出場停止食らってたので、はい、まあ、出られなかったのも確かにあると思うんですが、うん、まあ、ただ、後ろ、もう岩田のちょっと後ろ組がちょっとあまりにも盤石だったので、はいはいはい、まあ、大丈夫、大丈夫、打たせる、打たせるみたいな感じの方がちょっと強かったなと思いました。なるほど、ね。で、その流れで、もう、いわゆる後ろ、ジュビロとしても、後ろがある程度固まってるっていうふうになると、うん、まあ、中盤から前の選手たちとしても、うん、じゃあいけるんじゃないっていう、はい、後ろがあれだけ守ってくれてるんだから、うん、俺らはじゃああとは取りに行こうぜっていうので、なんかその強度の良さというか、うん、なんか自信というか、うん、そういう部分がなんかすごく見て取れて、行こう行こうみたい な、 そのなんかポジティブなテンションになってるのがあまりにも垣間見えたっていうのがありましたね。でその中からまあ小川選手から小川選手、うん、こちら両方とも交代で入った組ですけど、小川大輝選手から小川幸輝選手にこれスポーンって入って、うん、でそれでまあそれはシュート的には失敗になるけれども、そこに詰めた山田選手のゴールで 1-0 で岩田に勝ったと。はい、ベテランってすげえなって改めて。いやー、なるほどね、そういう味が生きたゲームと。全然前のね、ここ直前2試合は遠藤雅人さんがまあかなり見せたところありましたけど、うん、はいはい、やっぱ彼が入ってきたことによって次のこうベテラン陣というか今度、まあ、山田、八田、うん、ここら辺がまたこう伸びてくるっていうので、なんか横浜 FC でやっぱりカズさんがいることによって、やっぱね、松井、中村、レアンドロ・ドミゲスのそこら辺の像がこう伸びてくるのと同じように、雅人さん入ることによって、うん、ジュビロのベテラン陣が伸びてきた感じがちょっと思うんでした。空気変わってるっぽいですね、すごいね。全然違いますね。いろいろ話聞けたりとかするのもあるんでしょうね。あとね、これね、まあさん、皆さんもなんですけど、はい、なんかね、これは多分フベロ監督、あの前の監督の、うん、が本当に言ってたのかまだわからないんですが、あの実はあの今野選手って全然出てなかったじゃないですか。あ、そうですね、はい、うん、あのね、トップチームで練習してなかったみたいなんです。え、そうなんですか。そう、あの、うん、試合にあの絡めない選手っているじゃないですか。絡めないか絡まない選手、はいはいはい、はトップチームで練習させてもらえなかったらしくて、で絡む選手だけでやってたらしいんです。どこで練習してたんですか。ユース。へえ、コーチじゃないんだからねえ、うん、だからもしかしたらその鈴木さんになって、そういう制度みたいなのも全部撤廃されて、みんなのその競争意識とかが出るようになったんじゃないのかなっていう。あ、やっぱ監督変わると全然雰囲気も変わると、うん、いうことなんですね。なのかなってちょっと思いました、うんうんうん、なるほど。はい、このゲームは岩田が 0-1 で取っております。この結果岩田は11に上がりました。金沢は9位になりましたということでございました。次行きましょう。ドン、こちらでございます。はい、京都対山口ですね、0-1 山口が勝っていますということですね。はい、まあ、左のサイドフリーキックですね、はい、池上選手のに、ニアサイドにいた菊池選手の頭で、はい、本当は多分フリックの予定だったと思うんですが、うん、それがそのまま入っちゃうっていう、はいはいはい、そうでした。うん、うん、という形ではありましたと。まあ、先生は強度に差、思考に分断、京都に一体何があったのかと書いてくれてますけども。そうですね、うん、これでホーム戦京都は3連敗となりました、はい、うん、あれだけ調子良かったホーム戦なんですがといったところで、はいはい、まあとはいえこれはもうスカウティングでちょっと言ってましたけど、さすがに2日3日この間ね、町田戦にアウェーで行って、はい、あの自分たちとしてもあのいわゆる負けると思ってたって監督も言って、はい、エリータ・ダナリ選手もあの今日はサッカーではないなって話をしたところから、うん、1週間ならまだ分かるんですけど3日で戻るわけがないとは思ってたので、はい、なるほど。まあさすがに山口これは勝って、まあ、しかるべきかなっていうところはあったと思う、うんうんうん、これ京都の皆さんとしてはええー、って思うかもしれないけど、さすがにそれだけバラバラの状態から戻ってくるのはちょっと時間かかるよなと思ってたら、まあまだ案の定ってみたいな形なので、うん、でこれはまだ何かわからないので、ちょっと何が起こってるのかわからないんで、はい、何も言えないですけど、ただちょっとピッチ上にもちょっと困惑してる姿っていうのはなんか見受けられたりするから、うんうん、もしかすこれはもうあくまで僕の仮説なんですけど、はい、もう来季の話なんかあったんじゃないかなっていう。ああ。変わりそう。それで例えば監督が変わる、もしくは監督変わらないにしても、うん、あの選手ここであのこの人は来年出ることになってるとか、そういうのがいろいろなんか伝えられ通達されちゃったりだとかで、ちょっと雰囲気がとかとか、本当そういうのはね、あの悪影響にならない方向の方がね理想的だと思いますけど。そうなんですよね。そうか、まあ、あくまでね先生の見立て仮説ですけども、うん、そっか、ホームでベラボーに強かったですけどね。
そうなんですよ。京都のある意味良さって、多少こう、なんとずっと開幕じゃない、第2回目の開幕、6月末の段階からやってきてることって、基本は変わってないから、対策はまあ、ある程度されやすいってされやすいんですけど、そうですね。それを超えてくる瞬間ってのがあって、そこでやっぱりうまくディフェンスできてたり、また得点につながってたりってことがあるんですが、そうですね、やっぱりそれを逆に言うと超えられないっていうふうになると、こう、シュンって縮こまってしまうので、確かに。そっかなーってのもありましたね。そっか。むしろでも逆に、ね、そういうところでこうちゃんとこう勝ち切った山口に、まずは、はい、そうですね。拍手だなっていう感じです。はい。わかりました、はい。はい。ということでございます。京都は10位ですね。そして終わって山口が19位に上がりましたということでございました、はい、続きましてこちらです。ドン、岡山大宮は3対2岡山が勝ちましたということです、ね、いやー素晴らしかったですね岡山、うんうん、まあ、もちろんまず大宮の一平篠塚選手がもう単独でほぼ2点取ったって形だったんで、これもこれでめちゃくちゃすごいんですけど、そうでしたね、はいはい、ちょっと岡山の白井選手がちょっとゴッドですね、うん、ゴッド、数値に現れやすい男と数値に現れにくい男が共に残した別格さということ、そうですね、実はこれはごめんなさい、はいはい、ブレスユー、ブレスミー、ごめんなさい、はい、数値に現れやすい男っていうのが、うん、はい、まあ、2アシストした、まあ、上条選手、うん、はい、岡山ですねだったり、大宮の一平篠塚選手、このあたりはまあ数値に現れやすい選手なんですけど、数値に現れにくいのはこの白井選手、白井選手だったりするんですよね、うんうん、で彼はやっぱり蓋することが多いというか、はい、同じこうなんか日本代表とかも分かりやすいところで似たようなサンプルで言うんであれば、例えば、うん、長谷部誠とか、はい、あとは遠藤航とか、うん、そのあたりですよね、こううまくその細かい、例えばプレスとか、あとはそのオフ・ザ・ボールでのなんかいろんなその数値とかまで出るような未来の世界線になったら、もっともっと彼らこういうタイプの選手は多分たっ飛ばれるんだろうなと思うけど、ね、絶対に替えの効かない選手というか、うん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 、パスコースを封鎖するいろんなところに出向いていく、それでいて先ほどの山形愛媛戦でお話したようなカモロン、こういう流れなんだからここら辺にパス出てくるかもしれないみたいなので走って置いちゃうとか、かもしれない、気の利き方がちょっと別次元だなと思います。ちょっとレベルがあまりにも高かったございます、うん、でただちょっと心配なのはやっぱり大宮なんですよね。ブットビットさんも心配されてます。まあ正直勝った負けたの話はもうもはや良くて、うん、そこじゃなくて、うん、今日また出ちゃったんですけど、うん、3人負傷のリリース出まして、うん、ああ大宮はそっか、で実はこの日というかこの、岡山戦も、うん、ベンチ5人なんですよ、はい、7人のところが、おー、なるほどね、入れる人がいないんですよ、そんくらいの状況ということですね。そう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 、今ね、で例えばこの間負傷しちゃったの、はい、川澤選手に関してはもう来季の頭、うん、来季開幕もアウトなので、あーそっか、ベンチ5ヶ月なんですよね、なるほどね、とかで島田選手とかも出ちゃったから、うん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 、ちょっとだから残ったメンバーがどれだけ怪我しないでシーズン終わりきれるかどうかの方が、まあ、昇格云々とかの話はもうやっぱないなっていう状態なので、なるほど、ちょっと厳しいですね。まあでもただそれは、ね、から見るとねちょっとね、そうなんですよなっていう、でもただそれはやっぱり対戦相手でも岡山もそうな、そうじゃそうなの、10人ぐらいいないし、で、ね、はい、で今日リリース出たのがセンターバックの増田選手も藤井大での移籍が発表されたっていうのがありましたから、ある意味また一人減ってしまったので、なるほどね、何かあったらまずいくなってくるから、確かにそうだな、そんな中でただねずっとフルタイム出場続けてるポープウィリアム選手やべえなって話でもあるんですけど、まあちょっと皆さん本当手紙はご注意、はい、ということでね、大宮が、ないな16位、はい、岡山が15位になりましたということでございます。はい、ございます、はい、ということでベストイレブンでございます。こちらドン出ました、はい、はい、このメンバーでございました。データ選出のベストイレブンでございます。はい、はい、キーパー甲府の岡西選手でございます、うん、はい、惜しかったのが、まあ、うん、控えにも帯選手入ってるんですが、惜しかったのが山口の、山田元気選手かな、はい、だったかなと、
で次センターバックに熊本選手と菊池選手が入りまして、光は村松幸太選手が入りました、はい、この選手あたりも入ってもおかしくなかったかなと個人的には思っておりますと、はい、でサイドバックには黒崎選手と本村選手、そして控えには福森健太選手が入りました、はい、この3人ほぼ同点でした、はい、で MVP はまあもう本当に完璧な活躍の白井選手、相方には前選手、ここの白井前ってとこだけ見ると去年のやっぱり水戸っぽいなって流れもあるんですけど、この2人去年水戸にいたので、はい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 、あと2列目見てみると、まあ、上条、南、中島が入り、最前線にはビニシウス、笑顔だったビニシウス、アラウジョが入りましたと、であとはドゥドゥ、渡辺龍馬、山田、一平、篠塚、上田、上里と他には入っております。なるほど、はい、ありがとうございます。こんなメンバー構成でございました。いやー、 G2 もでもね、熱く順位がちょっと固まりつつというかね、終盤に向けて動きつつあるといったところでしょうか、というベストイレブンご覧いただきましたよ。はい、じゃあお待ちどうさま、J1 でございます。よろしくお願いいたします。行きましょう。こちら、バンとね、先生が出してくれた、なんですかね、お見立てでございますけれども、はい、はい、1個ずつ行きましょう。まずはセレッソ大阪対横浜 F マリノスでございます。ドン出ました。はい、はい、結果で言えば4対1、はい、はい、すいません、ブレ玉ですみません、画面がブレちゃってすいません、頑張りますね、はい、4対1と、うん、まあちょっと想定以上の大差にはなったなというところでしたね、うん、まあ、はい、これスカウティングで皆さんもおっしゃってましたけど、うん、9年ぐらい勝ってないんですよね、マリノスはそのセレッソに。ああ、なるほど、まあ、その相性のまま、まあ、今年になった感じになりましたけど、うん、もうまさにスカウティング通りな一戦になってしまったと、はいはいはい、あの奥野と豊川に気をつけてと言ったら、本当に奥野と豊川が2点ずつ取るっていう形でしたね。確かにね、奥野がまあ止まらない、裏に抜けるは裏に出すわ、はい、でそれでいてもう自分からちょっとそう黒子の扱いもやりつつ、そのスルーパス出すようなこともやりつつ、前線でこうごちゃごちゃいろいろとやらせつつというか、はい、何やってもというか、なんか彼は本当すごいなと思うのが、すごかったね、うんうん、ね、あのやっぱりマーさんとか皆さんもご存知の通り、はい、彼はフォワードではないです。やっぱりフォワードではない、はい、あのもともとトップ下の選手ではあるんですけど、うん、はいはいはい、そこからあの長さ、まあ、仙台からまあ長崎にレンタル行ったりで戻ってきて仙台だったりだとかで、はい、サイドハーフやったりボランチやったり、うん、もうひたすらだから自分のやりたかったポジションなんてことをまあやらずにずっと来たんですよね。便利屋さんじゃないですけどね。そうなんですよ。ただあの逆に言うと、そのいろんなところでやってきた知識、うん、経験がこのロティーナ体制でさらに集合地になった上で、はいはいはい、報われるわけですね。ね、すっごいところだったなと思います、これで。なるほど、なるほど。で、今、フォワードやってるってのは、本当ありえない、うんうんうん。素晴らしかったですね。素晴らしいですね。はい、あとは、あのループなんかやばかったですよね。やばい。豊川選手のも、ね、感動しちゃいました。すごかったし。ご本人もはしゃいでましたね。嬉しそうでした、非常に。本当にそうでした。なんか本当それ、うん、あと、坂本選手ですよね、特に1点目。うん、サイドのところから VS ティーラトンで、またいつも通りのサイド相手サイドバックとのね、あの、1対1の合戦になったところで、うん、フェイントからクロス上げて、まあ、そのまま点取るっていうのとか、はい、素晴らしかったなと思うし、あと後ろのそのバックラインのところでは、はい、やっぱセコアユムですね、見てほしいのが、うんうん、やっぱもう明確に意識してるみたいですからね、菅原幸成選手のことを。なるほど、やっぱ自分たちと同じところでやってて、うん、同じ世代で代表になってて、ずっと子どもの頃から、うん、それが先にやっぱ海外行って A 代表になって、はい、そうね、すごい気迫というかプレーぶりにもちょっと見て取れるところがちょっと増えてきたなと、なるほど、思います、うんうん、はい、はい、続きまして参りましょう。これでセレッソは、はい、2位のままですね。マリノスはと言いますと、はい、7位かな、7位ということですね、はいはい、じゃあ次に行きましょう。ちょっと待ってね。はい、うん、続きましてこちらです。ドン、横浜 FC でいいんでしたっけ。あ、札幌鹿島が 1-0 札幌でございます。はい、はい、1-0、駒井選手がまあ決めましたと、うん、左サイド福森選手からのクロスに、うん、駒井が決めた流れになりましたけど、はい、ミシャ、まあ、私がクビになっても君を使いたいんだ、先生書いてくれました。ここなんですよ、なんじゃいな、これは。ゴールキーパーの中野小次郎選手に対してのコメントみたいなんですが、はい、あのまあ、昨日まずそもそもあのこの試合の時、あの三者監督、まずはお誕生日でした、はい、おめでとうございますと、はい、おめでとうございます、
で、まあ、その日のだからスタメン発表ですよね、鹿島戦。そこでこの中野選手、だから今大学4年生の中野選手、だからもういわゆる君と心中するぐらいの感じですよ、もう。私が君になっても君を使いたいんだ、だから頑張ってくれじゃないけど、なんでそんな感じで、どうしてそこまで、どうしてそこまで、うん、あ、もうそれだけは期待かけてるんでしょうね、ミシェル監督としても、うんうんうん。まあ、それ以上のことは、これ、中野選手、実はツイッターで、ご本人がつぶやかれていたりだとか、はい、そのまま使わせてもらったのもあったりするんですけど、うん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 、もしかしたらね、細かくいろんな話とかもあったと思うんですが、うん、でもただ、それだけもう、ミシャ監督としては、彼に、心酔じゃないけど、本当、期待してるところが多いと思うし、うん、来年以降に関しても、だから、多分ミシャ監督の、まあ、もう札幌だと引退するとも言ってますから、ミシャ監督の最後の正守護神は、中野選手になるんじゃないですかね、このまま。なるほどね。これ基盤もいろいろタイミングがありますからね。今やっぱクソンユン選手抜けてどうなるかっていうふうに思ってた札幌ですけど、うん、まあね、マスゲの選手含めた上で、うん、まあ、キーパーとしては充実のラインナップになってるなってところがあるから、札幌、はい、またちょっとね、この終盤に向けて一つなんかそういう中をこうチームとしてのまた一体感増して終盤向かっててほしいなっていうところが多いですね。はい。でただ、まあ、ちょっと気になるのは、まあ、鹿島ですね、やっぱりね、うん、札幌にこれで2戦2敗ですか、まあ、はい、練習試合とかで負けてしまってるんで、今年とか全敗でしょ、うん、今のところ、はい、ちょっと相性かっていうふうなところもありますけど、うん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 、ちょっとこの試合で言えば、パスまたちょっとつながんなかったところもあったの、うん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 、普段に比べると、なんか疲労なのか、何なのかってところはもちろんありますけど、うんうん、またちょっとブラッシュアップしなきゃいけない時期にはなってきたのかなと。疲れから来るちょっとそのパスのその精度のミスなのか、あと例えば戦術上で何か問題があったのか、もしくは相手に対策されてしまったのか、いろんなところは考えられるところはありますけど、まあでも結局同じ相手にたくさんやられたってことは何かこう見透かされてる可能性もあるし、自分たちのミスなんじゃないかってところがあるので、うん、そこら辺がまた積み上がってくればやっぱり順位上の方はやっぱ見えてくると思うので、上ね、ガンバ、名古屋、そのあたり、抜けるかどうか、鹿島、この後楽しみでございます。はい、ということで鹿島が終わってで6位、そして、札幌は14位ということになりました。続きまして、こちらドン、横浜 FC 対 FC 東京は、1-0、横浜 FC が勝利しましたというゲームでしたね。はい、終盤の終盤で決まったような試合でしたね、うん、はい、なかなかずっとお互い点が決まらない、まあ、うん、お互いと言ったけど、まあ、ちゃんと言ってしまったらほぼ東京の点が決まらなかったという話ですからね。はいはいはい。シュート実は横浜 FC 7本打ったんですよ。うんうんうん。FC の時21本打ちましたね。うん、だったんだけど、実は枠内だけ見てみると、うん、FC の時は3本しか入ってないんですよ、枠内。はいはい、まあ、シュートブロック11本されてるってところももちろんあるんですけど、はい、横浜 FC のディフェンダー陣が耐えきってたが上で最後の最後生まれたっていうものなのかなと思うし、うんうん、これそこにも書きましたけど、実は1年前を皆さん思い出してもらいたくて、うん、ミルワカのレビューで話でも話したんだけど、うん、1年前の10月15日、はい、横浜 FC VS ツエゲン金沢という試合がありました、うん、負けてたんですよね、うん、でそこで出てきたフォワード草野勇気、その時このその金沢戦で2点取って逆転勝ちに、ね、貢献なんてことあったんですが、1年を経て今度は J1 の舞台で 0-0 のところで出てきて、うん、最後取って、見事ですね、劇的だったね。セレブレーションなんだけどさ、はい、草野選手がファーって走ってて飛び上がってクリロナポーズみたいな、やっぱ興奮してね、テンション上がったのね。クリロナポーズってこう頂点に達してこう地面に戻りながら腕を開いて、同時に着地と同時にビシッと両手を斜め下に開いて終わるじゃないですか。ね、終わるじゃないですか。仲間に邪魔されてできなかったっていうね。ぜひ見てください。なんか上空で体を当てられてビシッとならないっていうね、ちょっと恥ずかしそうでしたよ、あれは。やらしてあげてよっていうのは ね、私ひそかに思いましたけどね。頂点から降りる前に抱きしめられました、草野選手。あーっまあでも、もう早く喜び共有したいってありますよね。それありますね。ありますね。クリロの場合はみんな待ちますけどね。まあね。カズダンスは待たなきゃいけないでしょ、絶対に。そうですね。だからやっぱその分先に行っちゃうんだろうね、あれね。いやでしょうね。だから初めてじゃない、多分東京に勝ったとかってのも。あ、そうですか。そうなのか。
はあ、大倉親方さん ね、おめでとうございます。草野のゴールシーン見て泣いてしまったという。すごいことよ、ここは、うん。はい、ということでございました。横浜 FC 13位でございます。シフト今日は3位、勝ち点47ということでございます。続きましてこちら、ドン出ました、清水対鳥栖、1-1ドローでございます。まあ林大地がまた決めましたよ、うん、林選手ってなんかあの高校サッカー感ない？ある、なんか爽やかよね。めっちゃくちゃある。ええ、赤虫荒沢先生も書いてくれてますね。あのなんか爽やかね、なんかいい感じ。あと岡崎風ですよ。ああ、そうね、うん、そうね、うん、本当にがむしゃらな感じがいいですね。好きですよ僕は。なんか得点するのに利き足がどことかそういう問題じゃねえみたいな感じで、はい、いいですね、うん、やっぱりね、本当そうでした。はい、うん、まあ鳥栖は本当よくやったっていう形というか、うん、やっぱり開幕の時で考えたらね、もう鳥栖のサポーターの皆さんなんて覚えてると思うけど、はい、あんなに点取れなくてどうしようって言ってて、うん、言ってたとか、よく考えたらこの清水戦に至ったらシュート22本打ってるんで、おどんだけ打ったのっていう。そんな打ちました。はいはい、そうなんですよね、うん、でも本当、まあただその中でただ1点しか決められなかったところあれで、そこはね多分反省する部分もあるんじゃないかなとは思いますけど、うん、まあとはいえですよね、うん、ここまでできるようになってきたっていう、はいはい、そうなるとやっぱ心配なのはやっぱり清水ですね。清水、はい、まあ1点最後取れたので、うん、まあ、いて取って、まあ、先制できたというのは良かったけれども、枠内が実はそのバウド選手のゴールのみだったと。うん、シュートも一応あの、各会社でちょっと出してるの違うんですけど、だいたい 2本から5本の間に落ち着いてるんですけど、ほぼシュート打ててないっていう状態だったので、まあ、ちょっときつかったなというのは。で、しかも、またあの、立田選手がイエローもらっちゃったんですよ、ね。ああ、そうなんだよね。次節出場停止。あー痛いねこれは。あら、そうなんですかこれは。いやダメですね、またディフェンダーが1枚欠いちゃうことになるから。なるほど、まあ、一応次はあの、うん、来週末はお休みなんですよ清水、たまたま、はいはいはい、あの先にもやっちゃってるから、うん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 、ってのはあるから休めるってのはあるものだから、怪我人ちょっと早く帰ってきてくれっていう感はありますね。なるほどね、今だと多分ファンソッコ左 FC の右、うん、で、まあ、バウド立つた、まあ次節はどの道立っていないんで、はい、ヘナトを下げるしかないと思いますけど、はいはい、うん、やっぱこの方がちょっと今合うよなってのは、ね、やっぱり思っちゃうところではありますね、うんうん、頑張れ清水と今はもうひたすらですわな、うん、我々がどうこう言うあれではもうないのに、うん、本当もう頑張ってほしいとだけ、うん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 、あの自信だけはなくさずに、まあサポーターの方もだから温かい声をこうチームにこう投げ続けてほしいなとすごく思うところで、はい、はい、でした、うん、なるほど。ということで、はい、鳥栖清水のゲームは1-1ドローでございました。鳥栖15位、清水は16位でございます、はい、続きましてこちらです。ドーン出ました、大分ガンバ大阪は0-1ガンバパトリック、優勝、優勝パトリックすごかったって意味ですね。そうですね、はい、決してまだ優勝はしてませんよね、若者言葉で優勝って言うんでしょそういうのね。そうです、はい、いやもう、うん、もうどの道データ的に言うとあの奥の選手を超えられる選手は、うん、今節は誰も存在しなかったので。なるほど、あの MVP はまあ奥の選手なんですが、うん、あの MVP じゃなくてあの MIP、あの最も印象的な選手っていうのと、はいはいはい、もうあのガンバのたあの高尾選手一択。そうですか、うん、僕、はあはあ、シーズンでも高尾選手かもしれないですこの試合の。うーん、もうあんまりにももうほとばしっててというか、皆さんに見ていただきたいのが54分かな、はいはい、うん、のシーンなんですけど、はいはい、あの大分が、まあ、田中達也選手がディフェンス裏に抜け出して、うん、東口選手すらかわすんですよね、はいはい、で左にちょっと流れたボールをそのまま左に流れたままそのまま最後決め切ろうとするんですが、うん、もうぐわーっとこうがむしゃらに戻ってきた高尾選手がライン上でクリアするんですよね、うん、しかもそれをコーナーキックじゃなくてあれサイドに流れるって流れたんですよね、うんうんうん、なるほど。そのシーンとか同じようにまた田中選手が決め切りに行こうとしたところ、東口と高尾の2人でまたライン上ストップなんてシーンもあって、はいはい、うん、もうあの田中選手のなんで決まらんの今のみたいな顔と合わせて皆さんご覧いただきたいし、なるほど、高尾のそのこの試合での絶対に大分のゴールなんか割らせるかってその気迫が、なるほど、もう試合内ずっと見て取れるのがあるので、うん、
なんか、あ、こんな成長したとか、大学時代とか知ってる方もこんな感じだったらもしかしたらいらっしゃると思うので、あ、こんなに成長したのってところとかもぜひ見ていただきたいなというのがありました。うんうん、田中達也と高尾、もう一回見ても面白いですか、この試合は。絶対に面白いと僕は言い切れる。どうおすすめですか、これは。もう、今シーズンナンバーワンクラスのおすすめです。はあ、はあ、90分見れます？見れます。見ちゃおうかしら。はい、これは見えちゃおうかしら。ハイライトに全部あるかも僕は分かんないんで、ちょっと分かんないですけど、なんかないような気もするので、でもライン上、ライン上だったらあるのかな、うん、まあ、そうそうそう、とりあえず見ていただけたらなとすごく思います。なるほど。はい。うん、01、ガンバが勝ちましたということでございます。ガンバ4位に上がりました。そして大分なんですけれども、12位変わらずということでございますね。はい、はい、それじゃあ続きましていきましょう。こちらでございました。湘南勝ちました、3対2。逆転勝ちでしたっけ、これね。そうですね。はい、劇的でしたよ、これは。まあ、最初、まあ、オルンガがまあ決めまして、はいはいはい、湘南がすぐ決めまして、うん、先制ですね、右サイドで石原とバラタのところから抜け出した右サイド、岡本拓也がクロスかなと見せかけて自分で決めきって、開始4分ですよ。わ、取ったって思いましたけれども。ですね。うんうん、ただ、その後、今度、左のコーナーキックで、はい、まあ、面白ザ・オルンガっていうのを見せつけましたね。そうですね、うん、オルンガの大南と江坂だったかな、2人でこう挟んで、まあ、隠すんですけど、はい、湘南のセンターディフェンダーたち4人がマークつくんですよね、はい、なんだけどクリスチャンのキックのところに唯一反応したのはオルンガ、分かっていても止められないオルンガみたいな感じでしたね。おかしい、あれは、うん、よく決めましたね。いや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 、はい、またやっぱオルンガかと思われましたけれどもですね。しかもその後またね、柏は逆転と、しかもそのオルンガが相手からボール強奪して、いやもう子供のサッカーで大人が取っちゃうみたいなシーンに見えましたよ、ね、あれ稼いぐらいな感じで持ってて、ね、いやいやいや、あれはすごかったな。で、うん、ね、シャープなプレーを見せ続けてる江坂くんに真ん中にさって渡して、いやそうでした、江坂もちょっとゆっくりのペースになって後ろから神谷がやってくることを狙い、うん、右にパス出して後ろからやってきて神谷がドーン、神谷決めた53分、うん、ね、おしゃれな流れやなと、はい、また柏がと見せたけども湘南は諦めなかった、この諦めない感じがやっぱ湘南ですよね、うん、湘南らしい、ホームの湘南はこうやっていただきたい、うん、で松田天満のボレーが決まって、はい、で最後の最後、今度は石原直樹、うん、自らのね出場300試合を飾る、ヘディングシュートを決めて、まあ、逆転勝利と、ね、うん、いうことになりました。いやー、湘南らしい、あ、久しぶりに湘南っていうのを見た感じがしましたね。ね、ただ、うん、その3人になった後、実は3点目決められそうな瞬間があって柏の、はい、それはディフェンダー舘晃輝選手が、うん、まあ、ほぼこちらもライン上クリアみたいなもんですよね。だから勝ち点2を守るクリアを見せて、うん、ビッグセーブですね、うん、そうでしたね、でそれ試合が終わった、もう試合がピーってこう増えになった瞬間にもディフェンダー岡本選手の目にはもう涙溢れんばかりの涙、うん、まあもうちょっと感動が止まらなかったですね、うん、杉山さん今季のベストゲームじゃないかというね、いや、そうですね、頑張ったというありがとうございます。ナイスパー、おいちゃんさんも岡本のありがとうございます、ね、涙であっぱれ、これなんて読むんだっけ、俺昔国語のテストでこれ読めなかったんだよな男涙感涙なんですかこれ、男の涙でしょうね、これはね、男涙。感涙ともでも読めるか。感涙じゃない、多分。なんかあったよ、確かにね。国語で、うん、教えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、湘南が勝ちました、はい。はい。ということでございましたね。はい。素晴らしい試合でございました。はい、続きまして、ございました。ドン。出ました。こちら。浦和対仙台、こちら6対0ということになりましたね。やめましょう、今日は。仙台出身のね、先生、ちょっとショックが大きかったのでね。これ、まず言えば。コオロキが、はい。まあ、本当に言った通り決めましたね、2点、本当に。仙台キラーこと、ね、心臓コオロキ。現役選手の中で、うん、対何々戦とかっていう括りで考えたら、はいはい、コオロキ VS 仙台ってのが一番点取ってるらしいです。なるほどね。うん。うん、それを、もうまた地でいくような内容になってしまいましたと。いうことですけどもね、どうすればいいかは分かりません、仙台としては。うん、ただ、本当にその相性の問題にも本当近いなと思ってて、なんで毎回浦和戦でこんなに何もできないんだろうっていうのは毎回見てますね。はい、チームが、チームというか監督が変わろうとも、うん、何が変わろうとも、なんでこんなことになるんだろうと、うん、3年前に 7-0 くらってるんですよ。はいはい、ああ、そうですか。
そうだから、なるほどな、あのこれ言ってしまえば分かるのは、うん、あの戦隊サポの皆さんにちょっともう分かると思うんですけど、はい、なぜか浦和戦のやや体勢はあるんですよ。体勢、体勢、あのファンとしての、 あのある程度点は取られるのか分かってる。なるほど、なんか先生、うん、だってレビューでそんな感じで何を言うんですかって言いましたもんね、僕ね。そうなんですよ、なんか珍しくそんなこと言うから、うん、勝てないと思うっていうレベルなので、ここだけは本当に、あのセレッソ・ワリノスで皆さんがこうセレッソなんじゃないっていうのとも、よりももっとあれな感じですね。うん、なんでだろうって本当思いますよ。なんかそう、やっぱ相性ってあるんですね。ですね。ただちょっとあれだったのも、そのコオロキ下がって、まあまあまあコオロキはと思ったら、レオナルドにも2点食らったのはちょっともう心が痛かったです。はい、本当にそうですね。まあただもうマルティノスも橋岡もすごかったし、長澤もエベルトもユルキも、ユルキね、ユルキのいいパス出ましたね、確かにね。そうですね。仙台としても何かがこう大きくできてないってわけじゃなくて、はい、まあ、強いてはミスパスはちょこちょこ目立ちましたけど、まあこちらもだからアウェイだし苦手って意識ないかもしれないんだけど、多分ちょっと多分あるんですよ、きっと。もう、多分どっかにね、心のどっかにね。だもうあの3点ぐらいだったかな、詳しくは僕も覚えてないんですけど、はい、途中からはやっぱり覇気が消えたので明らかに。ちょっとしょうがないなぁと、なんかある程度大差ついても、その 7-0 食らった時も似たような感じだった。前半 4-0 とかだったんです、その時。ほぼもう終わったっていう空気が両チームに流れちゃってたから。なるほど。でもただその後で、あのゴールキーパー、久保選手がビッグセーブ連発するんですけど、うんうんうん、だこの試合、まあ、最後持ったりとか、まあ、田中選手も最後まで頑張ったりとかあったんですが、まあ本当これはもう浦和でしたね。もう浦和、もう全てが浦和。でも浦和からしたらこの6点取った、特にコオロキの2点とかっていうのはある意味仙台戦だったらまあみたいなところはきっとあると思ってるんですよ。はい、というよりもあの1点を許さなかったっていうのはやっぱりでかいのかなと思ってて、うん、あの八塚選手とかも仙台戻ってきてクロス放られるシーンとかもあったんですが、特にあのちゃんとこう締めてあのゼロでゼロ風で終わりきったっていうところの方が次にこう自信としてつながってきたんじゃないかなと思うので、はいはい、浦和をこれをね、生かしてほしいなと思う。はい、武英一さんがゆるき覚醒っていうのは2回目つぶやいてくれました。あ、でもよっぽど伝えたいんですね。すごかった、すごかった。はい、これマーさんもちょっと知っててほしいのが、はい、ゆるき選手最近変わったんですよ。うん、昔からドリブルは上手い選手だったんですけど、はいはい、ドリブルしてる時にもあの顔下げなくなったんですよね。うん、ああ、なるほどね。久保建英みたいな感じね。そうそう、だから周りを見て出してるから、うん、今までだったらちょっと下見て上見てだったからちょっとずれることもその後のプレーであったんですけど、はいはいはい、ちょっと落ち着けるようになってきたから、もう一回りレベルが上がったんだなってことをなんか改めて思ったような試合でもありました。ほう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 、はい。ということで6対0浦和が大勝ということになりました。はい、浦和9位、そして仙台は17位ということになりました。はい、続きましていきましょう。こちらです、広島神戸。こちら広島勝ちました、2対1で、とても佐々木翔ペレイラね、神戸のダンクレーも最後返しましたけど、はい、た一の一発、なんだそこにいたんダンクレーっていう感じでしたね。え、なんそこにいんのっていうね。ありましたね。しかしね、佐々木翔のヘディングはベチンって言いましたね、音。いやーもう、監督佐々木翔でしたね、この試合は。ああ、そうか、そんな感じ。あの、実は上福さんが、実は身内の不幸がありまして、この日はちょっと監督できなかったですね。そうなんですか。あら、そうなんです、そうなんです。あら、それ大変でしたね。で、コーチが、いわゆるヘッドコーチが変わ、率いてた感じではあったんですけど、あらま、ピッチ内に監督いるなと思いながら見てて。あ、でもそんなプレーでした。そんなプレー。上福博士2代目がいるんですよね。なんかピッチ上にどういうことですか。佐々木翔ですね。おお、どういうこと。もう彼がもうあのいわゆる広島のサッカー分かってるから、もう、うん、なるほど、何かあっても修正作業とかっていうのは彼が全部やれてたので、うん、それでもその足りないところに関してはそのコーチからその声が飛んでたなって思いますけど、うん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 、佐々木のその修正力があまりにも高かったってところが強かったですね。やっぱりその言葉での修正って意味ですか。ああ、そうですね、言葉での修正ですね、うん、あとは、うん、あの 手ですね、あとは。あ、ね、左とか、そう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 。ピーチャーさん、ナイスパンでございます。ありがとうございます。試合の終わらせ方がちょっと残念だったんじゃないかと。うん、あのまあそこで言うと、ただ、うん、まあ先ほどね、あのマーさんからもそのダンクレーのって言いましたけど、実はダンクレーも先ほどの達田選手と同様、うん、あの事実出場停止です。ああ、ここで見したろと、お気土産かなって。79分のイエローで、うん、ああ俺休みってなっちゃったから、最後一発やったろやと、負けとるし、うん、なるほど。なんか明らかにそこからのタガが外れてたので、
だから広島が守備がどうこうよりも、あの前に出てくるセンターバックってのはもうだっておかしいですから、うん、本当に上がっちゃいけないって基本ルールなんとなくあるじゃないですか、ね、2点ビハインドの84分だからまあ分かんなきゃないけど、ちょっと異常なポジショニングでしたよね。そうですね、うん、だから相手が次節出場停止っていうメンタリティも相手は理解しないといけないってことは、そうですね、もう俺何だっていいんだ変わんねえんだってしてみてきたらもう無理だなって思います。そうですか、うん、うん、これ累積で2枚目じゃないですか、はい、この試合ではダンクレ1枚目だけど、で累積でっていうのは分かるけど、このあとイエローもう一発食らってレッドになったらどうなるんですか、はい、レッドになったら、うん、あのなんか物にもよりますけど2試合とかって場合とかもあるので、うん、レッドはだいたい1試合でしたっけ。そうですね、あ、じゃあそう、あの総裁な場合もあるわけでしょ。そうですね、あと1枚は関係ねっていうのがあるわけだよね。無双状態ってこと。まあそうですね、だからターン、まあね、自分のソフトバーでトゥ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 だったんだね。スターですね。あ、スターモードだったかなと思います。ここは、はい、ということでございました。これは選手には分かんないからコーチが伝えなきゃいけないね。スターモードって。これでダンクで守備のゲームはマリオカートですとか言ってきたら面白いですね。33番スターモードって、ね。なるほど。はい、ありがとうございました。はい、した、はい、続きまして、川崎また勝ちまして 3-0 名古屋に対して勝利ですと、ね、はい、 J1 ラストでございます。強えよな、強えわ。制空権の話だけではなくデュエルしつつしなかった川崎、うん、うどういうこと、デュエルしつつしなかった。そうなんですよ、はあはあはあ、まあ、まず言うとあの川崎の皆さん、サポーターの皆さんも、うん、連勝おめでとうございますと、はい、おめでとうございます、すごい、いわゆるね、川崎に土をつけたのはリーグ戦で名古屋だけだったので、そう考えるとその名古屋相手にこれだけやれたってのは、うん、やったってのはちょっともう別格のところまで行っちゃったなと思うんですけど、うん、ちょっと皆さん思い出してほしい、まあ、忘れてる方の方が多いと思いますが、うん、ありがとうございます、前回名古屋戦で負けた時にちょっと起こった事実として、うん、あの成瀬が三笘を止めたってのはあったんですよね、うんうんうん、でこの試合でも似たような感覚はあったんですよ、成瀬はある程度三笘を止めているっていうのは序盤戦からあったんですが、うん、結果的なデータ見てみると、うん、成瀬と三笘って戦ってないんですよ、ほとんど戦ってない、はい、前回は成瀬がその三笘に勝ってデュエル数を稼いでただとかタックル数の稼いでたとかってことは確かあったんですけ ど、うん、なるほど、今回に関してはほぼデュエルをしてないんです、うん、三笘が、はあはあ、だからそこを負けを認めたっていうか、一応だから何かあった時のためにってことで成瀬と戦わないっていう選択を基本取ってたんじゃないかなと思っております、はあはあはあ、前回比で 半減以下なので3分の1以下かな、はい、の状態だったりしたから、おそらくは三笘は成瀬と戦うふりして戦わない、ちょっと中に入ってくるスペースどうにかするとか、であとはダミアンと連携して剥がすみたいなことを強めにやろうとしてたんじゃないのかなというところがありましたと、うんうん、なるほど。で地上戦に関してやっぱり名古屋がこの日良かったっていうのもあるんですが、吉田さんナイスパーでございます、ありがとうございます、うん、これはちょっと僕の印象論も入っちゃうんですけど、うん、結構序盤のところで丸山選手が一回怪我したんですよ、うん、はい、名古屋のセンターは、うん、なんかね普段と考えてもなんか中谷丸山の2人が飛べてないんですよ、ね、ああなるほどね、はいはいはい、低いというか、うん、まあこれはちょっと印象論なんで分かんないですけど、はい、でもだからなんか地上戦対策で考えてた両チームだからこそ、うん、川崎はその裏を狙ってたんじゃないかなと思っていて、うん、だ空中戦もある程度考えていくと、その三笘の活躍もそう、家長の活躍とかってのも全部フリックで、うん、もうコーナーとセットプレーで決めるぞっていう意図はあったんじゃないかな、ほうほうほう、で実際に三笘のゴールがねそうでした、そうそう、うん、実際にあの前日の練習のところで、はい、対策してたみたいなんですよ、うん、あの普通だったらこの、ね、ケンゴがピッチ内にいる状態だったら大体の分中村健吾が蹴るんですよ、はい、フリーキックコーナーキック、はいはい、ただ1点目の三笘のゴールシーンって田中碧が蹴ってるんですけ ど、うん、なるほど、これ前日の練習であの相手にその奇策みたいな感じでちょっと練習しとこうぜっていう話があったらしくて、練習したらしいんですよ、なるほどね、それを実際に生かしたシーンだったって言ってたし、うん、これ名古屋からしたらやっぱりやんなきゃいけなかったのがやっぱり中村健吾がいる以上、そのスルーパスも警戒必要だけどセットプレーなんてもう20、30で警戒しなきゃいけなかったから、はいはいはい、まあそこがうまくいきましたよね、その中村健吾っていうところで間接的なそのね、青に譲った上でのアシストみたいなところと、確かに実際自らのアシストがありますから、だってジェジー健吾からジェジーをかける2でしょ、その後の得点、そう
ね、やっぱ聞いてるよね、うん、すごい、うん、もうすごい。そうですか。で最後ね、しかもこれ、うん、マーさんは覚えてるかですけど、実はあの一番最後にあの皆さん山村和也選手、うん、はいはい、最近だったらあの谷口彰吾選手の代わりにセンターバックでねスタメンで出るなんて結構、はい、最後出ましたね山村選手、センターフォワードで出たんですよ。おわー、え、パワープレイ要員じゃないでしょ、 3-0 で勝ってんのに。でちょうど今日出たのが小林優、全治8週間、はい、っていうことは今後そういう起用するってこと、残り、うん、もう 3-0 で勝ってて、もう残りアディショナルタイムぐらいだから、はいはい、フォワードダミアンと宮代はいるけど真ん中念のためにもう一枚ってことで考えて山村テストしとこうでしょ。テストしとこうってことは何、フォワードで90分使おうとしてるってこと、可能性はあると思います。すごい。でもだからそんなテストすら本番でやってくる、しかも前回戦ったタネ、ね、一回やられてる相手に、なるほど、これはすげえことやってきたなと思って、強すぎる。ビッグクラブといいますか、上昇軍団にちょっとなりつつあるということですよね、うん、だしその念のための念のためさえも用意するわけでしょ、うん、はい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 、すごすぎる。そういうことか、うん、寒気がしてきました。うん、11月だからでしょうか、そろそろ。すごい。はい、ということでございました。ました、まあ、はい、テレスト時代にね、一応山村氏やってはいますからね。なるほど。あると思うんですけど。はい、ということでございました。ありました。カズキフロンターレ、首位独走中、そして名古屋はと言いますと、5位。勝ち点は42でございます、はい。ということで、ベスト11に行ってみましょう。こちらでございます。はい、と。いうことです、はい、はい、ご覧ください、こちらでございます、うん、そしてついにその中野小次郎も入ってきましたね、はい、ベスト11に。本当ですね、はい、で3バックは、はい、3バックとして高尾ジェジエウ福森としましたと、はい、でボランチに青、森田が入り、うん、中盤トップ下には中村健吾、左マルティノス、右に岡本拓也が入って、はい、2トップに奥野と興梠となりました、はい、控えにはなんと中盤の選手ゼロになりまして、うん、レオナルド、豊川、石原直樹、草野と、ディフェンダーで佐々木翔、山根、片山、谷口、あと東口ということが入りました、なるほど、はい、ちなみにあの高尾選手だけちょっと水色入ってますが、ちょっとあまりにも本当にもうこの試合、何かしらなんか僕からって、まああれでもあれですけど、うんうん、何かをあげたいと思って勝手に。なるほど、そういうのももうシビアにデータで選んできましたけど、そういうこともあると思うんですね。そう、もう今日の高尾だけはダメだと思って、何かあげないと。データマンっていうのは先生ね、人間っていう意味も含みますからね。そうですね、辛いんじゃないかと思います。高尾がすごかったんだ、はい、高尾がすごかったということでございます。ありがとうございます、ございます。はい、そしてここでね、はい、お知らせということでございます。お知らせでございます。最後 JSD ですけど、その前にお知らせがございます。はい、こちら10月20日はミルワカ奥座敷ということでございますね。はい、こちらメンバーシップコンテンツ、ぜひね、今日もあのお入りいただいた方いらっしゃいますし、ありがとうございます、まあ、それをチケットだと思っていただいて、ね、月1のこのイベント、はい、そして他のコンテンツも出していきますということで、こちらでございます、はい、その中で先生が今回やってくれる企画のお話をしてくれるということなんですね、はい、はい、明日はこんな話をします。はい、そうだ、もう明日なんですね先生、まあ、明日です。びっくりした、早いね、はい、早いですわ、はい、まずですね、絶対にどこよりも早すぎる、2030年ワールドカップ日本代表メンバー予想。そりゃそうですよ、どこよりも早いも何も。あのワールドカップはおろか、ワールドカップその間2回あるし、え、2回だよね、オリンピックだってやってないんだからまだ。オリンピック参加ありますから。いつの話してるんですかこれ。これ詳しくね、前回も言ってもらいましたけど、はい、これ詳しく、言うとどういう企画なんでしょうか。はい、はい、このねプロジェクト2030という企画をやらせていただきますけれども、はい、2030年の、日本サッカー界、まあ、J リーグも日本代表なんかも、うん、もちろん高校サッカーも全部ひっくるめて、ね、もっともっと日本のサッカー文化が高まっていくためには、はい、そして、戦術だとか例えばデータだとか、いろんなこの我々のサポーターとしてのあり方とかも含めて、はい、いろんなものをもっと向上していくぞっていうことを考えていこうの回でございます。なるほどね、はい、あとは2030年に誰が代表にいるのかみたいな、はい、ってことも、みんなで喋っちゃおうみたいなことですね。そうなんです。で、その中でこう、うん、明日やるコンテンツとしてこんな感じで、まあ、どこよりも早い2030年ワールドカップメンバー予想とか、なるほど、あとは2030年までじゃあ日本サッカー界とか、あと世界中のサッカー界でどんなことがまず起こるのかって、その下地のその知識が必要だと思うので、はいはい、でまずは僕からいろいろとお話させていただければなと、はい、あと他にもあのこれはもうマニアックコンテンツですからね。そうですね、先生の喋りたいことを、はい、あとは滝のように喋っていただいて、
って、はい、あとは JFA が目標にする2030年ワールドカップでベスト8っていう目標があるんですけど、はい、それじゃあ達成可能なのかどうか、まあ、なぜ可能だと思うの、その理由をと。なるほど。あとは2002年から2030年までの、はいはい、あの全世界 の、 あの戦術の変化解説、うん、すごい、うん、はい、あとは2030年の、そのね、そのワールドカップベスト8とか含めた上でのいろんな目標達成のために、うん、サッカーファンだったりこの我々ミルアカリスナーができることとは何ぞやってこと。素晴らしいですね。でそこ大事、そこ大事、はい、はい、でそこに向かっていくためにミルアカの3年目ってこういうことやるんだよってので、うん、新しい言語を作っていこうとか、新しい言語、あ、そう、あともっともっとそのピッチ内で起こっていることをどういうふうにしたらこう見ることができるのかっていうことも、新しいその日本が今日本にまだこう持ち込まれてきてないような言葉とかもたくさんあるので、サッカーを解説する用語っていうことですね。そう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 、あ、なるほどね。まだまだこうメディアで話されてることも全然足りないし、ミルアカではまだ全然伝えきれてないので、なるほどね。サッカー大喜利でも最近天丼すかしとかいう言葉出てきてますけどね。そういう感じでしょ、言うわね。いいですね。なるほどね。そうそう。であと、うん、あのここまで聞けば分かる、あの我々ね、一つこのトークライブとかも含めた上でミルアカとしての一つ目標をね、ちょっと我々作っておりまして、はい、日本中の、はい、サッカースタジアムが満員に、うん、いやいや、もうそう、そのためにやってるわけですからね。そうなんでございます。どこ行っても楽しい週末をっていうね。そうなんです、ね、うんうん、なんでこれを目標とするのかってちょっと理由もちょっとね、多分わかると思うんで、ここら辺もちらっといろいろお伝えさせていただければなと思うし、あと一番最後ライブ後半には、ノートラップ佐藤だけじゃなくて、はい、ノートラップマーもやりたいなと思います。何ですか先生、その企画は。私が質問返し、いや無理ですよ。先生が張り切っている。楽しみな、ね、これらをちょっとね、あの時間の許す限り、だって1時間半ちょいぐらいになると思いますけど、なるほど、明日、はい、9時からですね。よろしくお願いします。何時からだっけ明日。あ、9時からでございます。9時からでございます。そう、はい、時間書いてなかったごめんなさいね。あ、書いてる、ごめんなさい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします、ね、褒め言葉が届いております。そのライブについてでしょうか。木内さん、やっぱおかしいよこの人、かっこ褒めてます。ありがとうございます。2030年三浦知良選手は63歳ということで、うん、現役なのか果たしてというね。まだわかりませんよ。だから僕書いてるかもしれませんから、2030年メンバー予想の中メンバーに入れてるかもしれない。なるほどですね。いやー、これ楽しみでございます。ぜひお楽しみにということで、おいちゃんさん、ね、ナイスパーでございます。ありがとうございます。原選手、知らない人多分数人いると思いますけど、うん、皆さんからしたら、はい、選手ね、2030年のメンバー予想の中にね、はい、それは皆さんちょっとご愛だって。先生まだ中学生とか小学生とか入れるつもりでしょ。一応、ね、小学生はさすがに割愛しました。あの一応ダメだなと思って、これはやりすぎだと思って、割愛しましたって。入れようとしてたってことですか。はい、2人ほど。でも、いや、おい、怖い、やめようって、さすがに俺、ダメだと思う。まあ、そうだね、確かにね。はい。はい、ダメじゃない、それも楽しみです。逆に、候補もこっそり教えてください。大丈夫です、メンバーシップコンテンツで、迷惑かかんないですから。確かに、あの、ね、口頭で何人か他にこういう人もいるよってのはお話しさせていただこうと思うので。ね、でそうだね。はい、まだ、あの、保護者がね、いらっしゃる部分はちょっとね。ちなみに、あの、名前あげて、騒がれちゃう。まあ、なんですけど、あの、頑張せれそう、トスサポの方々は、あの、ニヤニヤするものだと思います。いや、トスもすごいっていうもんね、育成ね。トスがすごい。わかりました。明日お楽しみにということで、メンバーシップでお待ちしております。はい、いつでも入れますんでね、はい。はい、そして吉田さん、先ほどありがとうございました。今回ピッチサイドシートで完成しました。川崎の控え選手活躍の陰に、第二のゴールキーパーの丹野選手の存在があるんじゃないかなと思いましたと。ベンチで一番声出てた、ね、褒めてた。控え選手への盛り上げ、ムード作り、出場のなかった宮代選手へのフォロー、うん、まさに陰の功労者です。ああ、これ現地リポート。そうなんですよ。いるんですよね。ありがとうございます。まさし吉田さん。なんやっぱね、各チームセカンドすごくて、うん、センダーの川波選手とかもよく話聞くんですよね。やっぱあれだけこう、あとは畑野選手か FC 東京とかの、うんうん、あれだけ声出してる人いねえみたいなことを言われたりしますからね。あ、クッツさん、ありがとうございます。読ませていただきありがとうございます。優しい、ありがとうございます。あとね、この間柏戦見ましたけど、あの下がった選手、神谷選手だっけなとか、ちゃんと水出すの手伝ってたりするんですね、ベンチでね。よく見えるんだ。素晴らしいですよね。ね、なんかそんな学生みたいなこともこうやってんだなって思ったのが素敵でしたね。いや、素晴らしいことだ、うん、ね。というわけでございまして、あ、先生、これだ、これ出さなきゃいけなかったんじゃ、はい、そっか、ずっとプロジェクト2030で言ってた、これ言ってくれたことだね。はい、これですね、こちら、今出てるかと思いますけど、しばらくちょっと出しておきましょう、これね。ありがとうございます。じゃあちょっとあの、はい、J3 行く前にちょっとお飲み物飲ませていただいていいですか。大丈夫です。あ、今までね、喋り同士でね、お飲み物なんか一個も飲んでなかったですからね。全く飲んでなかったです。明日これか、どこよりも早い、うん、2030年ワールドカップ日本代表メンバーさん、どこよりも早いに決まってんじゃん、そんな。誰もやっとらんわ、こんなもん。
2030年までの宇宙初でしょ、宇宙初そうだね、なぜ2030年までの日本サッカー&世界中のサッカー界で起こる変化、ああさっき言ってくれたね、うん、予言だ、はい、JFA が目標にするワールドカップベスト830年は達成可能かどうかってことね、うん、2022-30 のワールドカップチャンピオンズリーグ J リーグ高校年代戦術変化解説、はあはあ、2030これ面白いんじゃない、やっぱり戦術、どういうふうに戦術が10年で変わってくるのかってこと、そうですね、今までも、はあ、今までの流れがこういうふうな流れだったから、はいはいはい、今後こうなるんだよって流れですね、はあはあ、あ、ナミングスさん買っていただきましてありがとうございます、メンバーシップありがとうございます、内面でございます、ありがとうございます、お待ちしてます、ワンカレ山谷さんお誕生日おめでとうございます、そうなんですよ、僕も知ってました、これおめでとうございます、ありがとうございます、ハッピーバー、ハッピーバー、そして2030年目標体制ファン見る分かりつながってきること、あ、そうだね、うん、新言語の話、そしてスタジオ満員計画、そしてさっき言ったことだね、これね、ごめんなさい、はい、全然マーサの口から言っていただいたってことでね、ありがとうございます。そういうね、ぜひメンバーシップお待ちしております。はい、続いていきましょう。こちら、ドン。J322 節が行われました。やったー、はい、J3 だー。この通りの、結果、この後ですね。はい。カードが行われまして、先生が1行分書いてくれてます。それもね、出していきましょう。まずはこちら、ドン。出ました YS 対横浜は 0-0 ドローでございました、はい、はい、今節11ゴールでしたっけ、はい、実際なかなかゴールが決まらなかったそうでしたね、そうでした、うん、本当にてか長野八戸線だけいっぱい決まったってだけであとほとんど決まってない、確かにこれがちょっとね、はいはい、面白かったなと思いました、はいはいはい、確かになんで、まあ、ベスト11にはもちろんディフェンダーの選手が結構多くまた入ってきますと、そんなね、説でございましたと、はい、ただこの YS 熊本というかこれ今節だから全体的に多かったんですけど、うん、キーパーの活躍が多いこと、いい活ね、はい、あのね25本ぐらいシュート打たれたんですよ YS、はい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 、23本か、うん、それをもうあのキーパーの大内選手筆頭にちょっと守り続けてどうにかみたいな感じになって、はいはい、熊本打っても、うん、だから入らないんですよね、だからね、うん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 、でもなんかすごく思うのが熊本が今ちょっと怒っちゃってることとしても、はい、なんかやっぱアジア予選な感じするなと思って日本代表のアジア予選、おその心はどんなことだろう、うん、あのやっぱ後ろ固められて、はい、あのパス回しからこう一本一本こう決めていこうとするけどやっぱガチガチに固まってるから、なかなかこうパスつがんなくなったりだとかシュート打てなくなったりだとかがちょっと多いなっていう、なるほど、スタッツがちょっと似てるんですよ、あまりにもなんか、なんだろう、バーレーン VS 日本みたいな、なるほど、スタッツが似てるっていうのは傾向が似てるってことだもんね、その実、そう、はい、あとはまあただ大内選手が当たってたな、この日に関して言えば、はいはいはい、でもただ試合終わった後のちょっとね宮尾選手、あの YS の宮尾選手のコメントがあまりにも秀逸でお伝えしたいんですけど、あの俺らはもう引き分けいいんですと、そうもう十分僕らは引き分けを負けも経験しました、ここから勝っていきます、なるほど、はっけーと思いながら、これはね今日も一生懸命やって全力尽くした人しか言えないよね、なんかそれはなんか戦う集団だなってちゃんとこう、あのシュタルフ監督の言葉熱いんですよいつも、ね、結構、うん、そうなのよ、なんか結局はこの日もイエロー食らってますけどシュタルフ監督は、なるほど、そろそろベンチにもできなくなるんじゃないかとちょっと思いますけど、はいはいはい、そんなこと関係ねえなと思ってて、いや熱いね、その闘争心を選手たちがこう引き継いでるところがあるから、はい、多分今年というか今回も YS からステップアップ多分5、6人出ると思います、ああ本当ですか、うん、はあはあ、浅川新みたいな形で J3 上位とか J2 クラブへのステップアップ、いやそれはでもいいクラブってことでそれ繰り返してる絶対ねチーム力上がっていきますもんね、財政も含めですよ、そうですね、借りられる人数とかもね、すごいことやってのけたなと思いました、うん、はい、なるほどなるほど、ということでございました、ちょっとお待ちくださいね、はい、続きましてのゲームこちらでございます、ドン出ました、はい、はい、長野八戸、3-1で長野でございました、うん、はい、まあこれも本当になんか今節もまた結構ありがたいのがなんかミルワカでお話させていただいたスカウティング結構当たったなっていうのが、当たってますよ本当、ありがとうございます、はい、マジで、はい、あのこの試合やっぱり三田直樹が決めたんですよね、うん、いや本当言ってた通りだと思ってフルスタイス、ね、この試合の三田直樹がちょっと次元が違いすぎて、うんうん
あのもう長野からしたらある程度プレスするって日常のことじゃないんですかみたいな、そんな感じなんですよね、はいはい、え、みんなどこのチームプレスってやらないんですかぐらいの、それぐらいな感じで圧かけてくるから、うん、あちらの人としてもやっぱりちょっと参ったな部分もあったんですけど、あのまあ、いわゆる例えば誰かがプレス、例えば八戸の例えば右サイドでプ、ボール持ってたら、はい、長野はまあ左サイドの方々はプレスするけど右は別にしなくていいじゃないですか、うん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 、必要性がないんだから。そうね。ただその時にここもだからその信じる心みたいなもんなんですよね、うん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 、奪ってくれるだろうを見越した上で、はい、奪い取った時にはその三打が今度右から左にズズズズズってこう斜めに走ってきたりするわけですよ、うん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 、ありえないじゃんっていう橋の上からしたら、はいはいはい、俺らはそのポジショナルプレーという形でやってるから自分のそのレーンとか、うん、自分のポジションを守るってことやってるから、はい、そんな逸脱した行動は僕らはできないんだよみたいな感じなんだけど、そっか、三打君は勝手に俺らのチームから抜け出し自分のそのポジションからも抜ける機会みたいな感じで斜めに来るから、うん、そっか、前の安藤翼選手と国分選手の連携もね、あの後ろからのさ、内巻きのアーリークロス、あれもうここに来ると思って走ってないと無理だもんね、あのダイビング無理ですね、ね、絶対無理なことになってる、うん、そういうのがなんか感じますね。で今の長野はね、もうきっとあの人だったらこのタイミングで持ったらこうするだろうをなんか幾度となく繰り返してる感じがあって、うん、あ、ごめんなさい、長野ね、ごめんなさい、あ、でも八戸もでもそうなので、ね、両チームとも、はいはい、もただもうプレスバーってかけた上でのってところがあるから、うん、まあ本当この両チーム面白かったなというのはすごく思いました。熱いバローでした ね, ね。でただそして3点目決めたのがね、あのカンメラ選手で、いやー、そう、相模原からね、そうそうだ、もう存在見せつけましたね、奪って自分でコントロールショット、ループ気味のコントロールショット、もちろん移籍初ゴールですよね。そうです、というか今シーズンも初ゴールです、ね、そうですよね。そう、インタビューであの移籍に触れないっていうか、今シーズン出番なかったんで、いやー、まあシュート打ってやろうと思ったら入って嬉しかったです、なんか同じチームでやってるかのようななんか言い換え方だったからちょっと面白かったですけどね。いやー、うん、すごかったっす、繋がってんのやっぱり本人のね目線でやってるなっていうのが、ということでございました。カンメラ選手やっぱいい選手だってことを証明しましたね。はい、はい、ということでございまして、八戸16位と長野は、2位と、うん、上がりました、ということでございます。2位に上がりました、いよいよ2位に上がってきました。はい、はい、続きましていきましょう。鳥取ガンバ大阪 U23 11ドローという結果になりました。うん、さあということで今何の拍手かというと、うん、まあその前拍手がね、あんまりマイク拾わないですよね、先生のマイク。ごめんなさい、はい、失礼しました。とんでもない。はい、まず僕ね、ちょっとこの試合ちょっと大変だったんです最初、うん、これ僕だけじゃないことを信じたいんですけど、はいはい、ちょっとね数分見れなかったんですよこの試合。数分見れなかった、はい、どういうことでしょうか。鳥取の谷尾選手が出てて、うんうん、あ、やばい、八戸2つ映ってるって間違ってどういうこと。あの谷尾選手はそう八戸だったから、あ、鳥取っていう認識頭になんかなんとなくなって、緑だし、そう、あ、やべえ、俺八戸2つ映しちゃったってのでいや、何個見てんすかっていうね、まずそっから説明しないとね先生は同時にね、いろんな試合見てますから、そうなんです、デイトレーダーみたいな感じで試合見てね、いろいろツイートしてますから、はい、そういうね、あるある、谷尾あるあるじゃないですか。そうです ね, ね、はい、それでまた戻したり、あ、そっか、移籍したんだってのまた戻したりとかっていうことがちょっとありました、ね、いいですね、いい話ですねそれね。そうなんです よ, ですね。クッキーさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ようこそ、はい、でそんなことやってたら PK になってたので、はい、1点目のあれ何があったんだろうなんて。1分だもんね、田口選手ね。そうなんです、開始だからもう、ある意味ワンプレーのそのストロークの中で決まっちゃったから、はい、本当に、あららららっていう、うん、そんなことがまあありましたよと。はい、でただそのね、私もこの試合だよっていうところで、まあ最初拍手させていただいたんですけど、はいはい、まあ、何かと言われたらあれですよ、うん、みんなの流星が点を決めました、ガンバ大阪 U23。 流星って何でおなじみなんでしたっけ。ガンバ大阪 U23 の監督が、そうですね、おなじみの流星君なんですけど先生がね、その印象に残ったというのをね、はい、高校3年生なんですが、その流星君が、はい、ついに得点を決めまして、うん、決めましたね。いや、やっぱ逃げないって大事なんだなって思いましたから逃げてなかった
この試合は逃げてなかった。逃げなかった。そうですか。うん、逃げなかったね。まあ今シーズンしか聞けないですからね、流星逃げるなみたいなフレーズはね。そうですね、実にそうだったんじゃないかなと思いますけれども。ちょっともうだから皆さんにこう何人か特にかガンバとセレッソの U23 組に関してはこう覚えていってほしいのもあるので、はいはい、こういう話は多くしていきたいなってのあるんですけど。いや、やっぱ覚えやすいのが一番いいですからね。ねえ、しかもだからその得点した相手がまたその、はい、田尻選手と鳥取のね、いわゆる去年まで一緒にこのとかガンバでやってた人から点を取るっていう、はいはいはい、なるほど。そうだからなんか先輩相手に決めるってなんかその成長を見せつける。プレビューでもあのガンバ組がある意味でその点取れるとしたら、はい、ある意味ではこの ガンバのことを知り尽くしてる田尻選手だから、なるほど、まあ、予想以上の成長ってことを見せたら点取れるんじゃないかって話したけど、だからこの流星選手の、うん、成長のその凄さというかその逃げなかった部分の強さがなんかで見て取れたなって感じがします。なるほど。ニコニコしちゃいます。これをね出すの忘れてた。今日はちょっとオペレーションがすみません。流星って書いてくれてるんですね先生ね。ありがとうございます。今出るようになりました。申し訳ない。ありがとうございます。はい。ということで、鳥取は、これで7位、変わらずでございます。ガンバ大阪 U23 の方は12位ということでね。はい。はい、ということでございます。さあ続いていってみましょう。こちらでさぬきと相模原は1-1ドローでございました。はい、まあすげえ時間に追いついてなんとか勝ち点1をもぎ取った相模原っていうことですね。何回やるんだと相模原、このブザービーターみたいな。ブザービーターですね、本当にすげえな。斎藤龍二のね、うん、イズムをこう持ってるというか。そうですね、龍二イズム、うん、うん、あのちなみにこの決めたね、あのまあ先にこの決めちゃったっていうか、この相模原のこの、はい、まあ、決めたのが白井達也選手っていうんですけど、うんうん、はい、あれです、課長の先輩です。課長の先輩、はい、杉岡課長の先輩です。ああそうですか、はい、はあ、はあ、はあ、あの彼もまた神奈川大かな経てやってきたんで、うん、ある意味では佐々木翔とかの後輩ということも言えるかもしれないし。なるほどね。まあでもなんかね、これちょっというのもあれ、こういうのもあれですけど、はい、あのイズム的に言うとやっぱねちょっとね湘南イズム入ってるんですよ、なんかわかんないけど。おうおうおう、白井選手すごいあの生真面目な結構選手でもあったりするんですけど、うん、結構真面目で、うん、なことやれるんですが、なんかその今日で言うこの試合、この日で言うあの岡本達也風というか、はい、うん、なんか相模原でこう着実にこう成長を遂げて、相模原をこう J2 にこう押し上げていきつつも、自分もやっぱりこういつかこう J1 でっていう感じもすごくあったりするし、なるほどね、そもそもあのプレーが丁寧なんですよね。はいはいはい、うん、やっぱそれはもう市船でやっぱ鍛えてきたからとかっていうのはもちろんあると思うんですけど、はい、なんか一個一個の所作がすごく丁寧だから、うん、その一つ一つがもうなんだろう、もうなんか 0.3 秒分ぐらいずつこう全部こうパッてこう早くなってったら、はいはいはい、J1 ベストイレブンくらいまで行ってもおかしくないようなディフェンダーでもあったりするので、皆さんこの選手は覚えておいて損はないんじゃないかなと思いますね。はいはいはい、うん、皆さんから来てますね、部長って課長の先輩だから課長の先輩だから課長の先輩だからってみんな部長になれたらそれはあんな楽なことはないですよね。ほんとそうですね、うん、確かに。でただあとこのただサヌキもサヌキでよかった。ただ俺も部長って言おうとして喉の根っこで止めました実は言いたくなりますよね、うん、あとサヌキはね成長を感じたんですよね。はい、今まではねほら先週なんかもね我々話しましたけど、うん、やっぱり重松選手があの髪の毛をねなびかせながらあのプレスをかけてってこぼれ球拾うとかまあ多かったんですけど、はいはいはい、あのこの日なんかはその高木和正選手のが自分で持ち込んで、うん、で池谷選手にパス出して、で池谷選手が左にさばいて森川ズドンみたいなとか、はいはい、いうような流れの中から自分たちのしかもビルドアップ構築した流れから点取れたりだとかもしてきてるので、うん、俺らはプレスだけじゃねえぞっていう、プレスはもう俺らは分かっとる、次にステージ入ったんやってところなんか見せてくれた感じが、うん、なるほど、なんかレベルアップがあった感じ良かったなと思いました。はい、ということでございました。相模原4位なんですよね。全然ありますね。の方は17位ということになりました。はい、はい、続きましていきましょう。こちらです、ドーン。はい、今治沼津は 0-0 でした。はい、はい、スコアレスドローの一戦、トランジションバトルという、うん、世界のトレンドの一端がこの試合に、マジでこれもうはい、まず言うと失礼ですけど、うん、はい、やっぱさっきの例えばセレッソマリノスとかいっぱい点入ったりだとかあったし、うんうん、例えば J2 でもそのね上位対決の北九州長崎があったりとか、はいはい、いろんな試合があるから、もしかしたらダゾーンの中でも、うん、視聴回数としては、
そんなに多くなかった試合かもしれないんですが、うんうん、そんなみんなもう本当にいいコンテンツを見逃してるよねって言いたいのが思う。これは見るべきなんだ。いや見た方がいいね、これは。はあ、ははあ、ちょっとその見どころその他教えてもらいたい。はい、あの、うん、まず何かって言われたら、そう、シュート数とかも多くないんで、はい、って思われる方多いかもしれないけど、はい、やっぱりね、まず今治がすごいのが一桁同士だもんね、シュート数。そう、空間把握能力の高さ、うん、だからなんかもうあの全員がそれぞれ、あ、沼津のもうなんかみんなメガネかけてたんじゃないかなって僕ちょっと疑念湧いてるんですけど。メガネかけてたってどういうこと？うん、あのお互いその全員がコンタクトレンズみたいな、なんかあのコナン君のメガネみたいなのかけてたんじゃないか。その共通認識、視野があるってことね。そう、あのここ、ここ、ここがあのなんかカラーリングされて、ああ、なるほど、スカウターみたいなね。そう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 。なるほど、なるほど。だからそれを見て、はい、そこあるぞ、はい、ここ止めるぞみたいなのを両チームともずっとやってるんですよ。なるほど、Google グラスみたいなつけてたんじゃないかな、ね。そうそうそう。なるほど、なるほど。はいはいはい。だから、なんか、ボールホルダーじゃないところをずっと見るとめちゃくちゃ面白いんですよ。へぇー。ガッて入り込んでくるから、例えば今治がガッと入り込んできた沼津もそれに気づいて、わ、止めるぞみたいな感じになって、うんうんうん、そうすると違うとこ開くから、今度こっちだっていうふうになるとか、うん、なんか本当になんか戦争やってる感じというか。まあ、それがサッカーと言われればあれなんですけど、それがすごい高密度に行われてたってことね、先生が感動するぐらいですから。そうなんですよ。でこういうのやっぱ楽しんでもらうためにさっきあの、はい、あのトークライブの話ちょっとしましたけど、はいはいはい、あれなんですよ、あのそのまだまだその日本の中でその言語化できてないものがいっぱいある、うん、でこういうゼロゼロの試合だとまあどうせゼロゼロでしょうとかシュートあまり打ってないでしょうとかで終わっちゃうことも結構多いけど、うん、じゃなくてそういう違った楽しみがあるんで世界でこういうふうに見てたりすることもあるんだよってこととかをちょっとお伝えしたいなって。いや教えてくださいよ、楽しみだな。いやそういうことなんで見れるようになりたいし、ファーっては楽しいなってなりたいもん、ね、でもだからだって選手たちはでも見えてるわけじゃないですか。しかも我々はダゾーンで見ててすらそれを感じるのに、ね、うん、選手たちはその平面のピッチ上ですらここここここっていうふうに分かってるってことは、確かにね、うん、だそれを考えて今治はだからその岡田メソッド使った上でそれこと多分できてるかもしれないけど、それをすぐさま封じにかかってゼロ封できた沼津っていうのも相当これクオリティ高くないかっていうのを、この試合を同時視聴しましょうよ、うん、今度。あ、いいですね、こういうことね。こういう試合、例えば先生が興奮した0-0の試合とかなんかわかんないですけど、うん、これだって動画でやってもあんまり見ないじゃないですか、みんな。そうです、ね、メンバーシップ内の待ち合わせしてなんかやるのもいいんじゃないですか。ありですね、これはマニアですよっていう。これは楽しみだ、はいはいはい、ね、ぜひその時にまた、はいはいはい、というわけでございました、はい、トランジションバトルぜひね見て見返してみたいと思いますね、はい、続きましてこちらでございます、ドン秋田藤枝でございます。こちらも0-0ということでしたね、はいはい、あのこれでですね、うん、秋田ゴールキーパー田中雄大選手、はい、いわゆる J1 の方の記録の、はい、西川周作選手の16クリーンシートに並びましたと、はいはいはい、ただそれ言ってたらですね、うん、これありがたいのが、はい、我々実はこの間あのブラブリッツ秋田 の田中雄大選手にあのインタビューさせていただいたんです。そうなんです、オンラインで、はい、動画とついてるんですけど、うん、ですね、僕びっくりしたのがあの、うん、ブラブリッツ秋田の中にですね、はい、スタッフさんの中にあのリスナーがいました。ああそうですか、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。うん、実はといただいたのが、うん、あのこのこれで日本記録として実は正確なのはこっちだったみたいで、はあはあ、2005年の J3 で、はい、町田のゴールキーパーの高原さんが21クリーンシートってやってた。なるほど、そうだからあと5らしいんですよ、正確に。急に伸びましたね。そうそうそう、だから J1 クラス、 J1 クラスっていうか J1 の16はたどり着いたけど、はいはいはい、あとはこれが残ってるらしいんだけど、これをだからいいじゃないですか、でもよりモチベーションがね増えた。ご本人あんまり気にしてないって言ってましたけどね。まあね、面白い人でしたね、あの人。本当に面白かった、ね。ひょうきん兄ちゃんでしたね。ね、クールガイかと思いきや。いや、はい、本当にそう、いろんなその意外みたいなね、その今のそのさチーム状況とかも含めていろんなこと聞けましたから。うん、そうだね。ね、あとはね、ここであの記録が途絶えなくて、まあ、ある種インタビューは成立しやすくなったかなっていうね、出すまでに。そうですね、藤原の方には失礼になっちゃう言い方になっちゃいますけど、ね、また流れ変わっちゃうとあれでしたからね。そうですね、でもこれこの21もそうですけど、あの34試合でそもそも16クリーンシートってもう要は半分ですから。いや、そうですよ、それだけでもすごく。20超えてきたらもうおよそもう分からないですね、なんかもうでもない記録が今生まれようとしていると。ったところですかね、はい、で、うん、ただこの試合に関しては実は秋田も確かにすごかったんですけど、はい、藤枝ね、
藤枝、はい、藤枝のディフェンス陣のその決死、決死のディフェンスがすごくて、はいはいはい、特に秋山選手かな、秋山選手、はいはい、ライン直で2本じゃないかな、すげえっすね、うん、で、あと実は攻撃三角数もディフェンダーの中でトップだったので、しかもビルドアップで敵陣に持ち運ぶっていうそういう部分だから、あんた何やってんのって思いながら鬼人ですね、鬼人そうなんですよ、鬼人変人じゃないですよ、鬼の人ね、将棋でいうね、あの王将が敵陣に突っ込んでた感じだから何やってんだろうと思いながらそれは奇特な人ですけどね、すごい、本当すごかった、面白かったと思いました、すごい選手いっぱいいるな、はい、うん、はい、というねことでございました。秋田首位変わらず藤枝の方は9位ということになります。はい、はい、続きましてこちらですよ、ドンということです。岐阜福島1対2、福島勝ちました。いやー、岐阜はちょっとこれ手痛いですね、うん、まあ、これもだからもうずっと手動かなくて、はい、後半40分42分に福島は立て続けに取って、まあ、48分に今岐阜がね、はい、1点返すという形でしたけど、はい、もうほぼ手動かなかったからどうなんだろうと思った一戦でしたが、まあ動かしましたね、田村亮介、いや、さすがに吉田智也、このあたりがイスマイラが打てるとこで戻したでしょ田村に、あったねあの辺がだって外人助っ人で速くて高い外人があそこ戻す、いや好きになった俺イスマイラ、素晴らしいですね。なんか最近よりオルンガ感増してきたんですよね、確かになんかチームメイトと連動する、今までだったら確かにほらイスマイラ中心主義サッカーだったじゃないですか、でもなんかそれをやってきて、なんか福島のメンバーの個々のなんか成長が見られるんですよね、今年のこの終盤戦で、はいはいはい、でそれなってイスマイラがだからおいけるよないかみたいなことを見せてきて、だって打てるとこエリアないよ、で逆にディフェンダー密集してるためにしかも引き足で打てるところを、ね、もう返して、素敵だなと思ったね、あれすごいね、yeah. まあ、これ正直福島編のねあの台所事情シリーズでも言いましたけど、はい、まあ、多分正直田村イスマイラ吉田に関してはステップアップほぼ濃厚でしょう、ね、あそうですか、うん、はいはいはい、こんなにとなる、うん、でもただ実はオフェンス全体考えると岐阜の方がチャンス量は多かったはずなんですよね、はあはあはあ、ただ岐阜の時のちょっと問題点であるのが、うん、これ熊本でもちらっと今日はね起こったことでもありましたけど、はい、打ち切れなかったんですよね、うん、あの熊本はじゃあ同じような展開でそれでもバンバン打ってったって23本シュート打ったのはあったんですけど、はい、岐阜8なんですよ、8はこのチャンス量、今一回数やっぱ100回くらい近くあった中で言うとちょっと少なかったかなと思って、なるほどね、逆にやっぱこれ今までだったら、まあ、今日同じこの日でも札幌鹿島戦だったよりもそうかなと思うし、うん、今までいろんな試合で似たようなこと話してきましたけど、はい、あれだけチャンスをあった中で考えたら、はい、それを全部手放した上で相手にチャンスの流れを渡してしまった感じになるので、うん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 、ちょっと岐阜としてはまあ残念なところはあったの、はい、岐阜サポートしてか、うん、残念なところはあったのかなというのはちょっと思った部分はありました。なるほどですね。でももしかすると、うん、やっぱり連敗とか前回その秋田戦でやられてしまったところあったから、ある程度こう丁寧に行きたかったっていうのがあったんだろう、ね、なるほど、ははははで、そこでだからちゃんと丁寧に作って決めようかなって形だったんだけど、それが逆にこの試合ではあだになってしまった、うん、なるほどね。まあプレス型のチームでもあるんで、まあ、福島だから本当細かいところでよくやったっていうのが言える試合になったんじゃないのかなと。意地を見せましたね。ギフとしてはやはり勝ち点上に迫りたかった一戦で、これをし、ね、ちょっと痛かったっていうところありましたけれども、そうですね。まだまだあと杉山さんナイスパーでございます。ありがとうございます。イスマイラクオリティ素敵です、ね、ぜひ湘南へって書いてますよ、ね、あとはね、僕はもう一人ここで最後言わせていただきたいのが、うん、やっぱり、ね、渡辺選手なんですよ、ゴールキーパー。はいはいはい、やっとデビューしたーと思って。そうか、ずっとファンティーニさんでしたもんね。そうなんですよ、うん、あのミルワカでも実は渡辺選手はちょくちょく名前だけは出させてもらってて、うん、はい、すごい子なんですよ。まさ覚えてるかどうかなんて皆さんも、はいはい、あの元々ガンバの下部組織にいた子なんですよ。はあ、なんだけどキーパー50番渡辺選手、そうなんです、うん、彼はあの通達されるんですね、お前多分昇格できねえよと。へえ。で彼はその時しょげなかったんですよ。はい、
で、じゃあどこだったら行けますかっていうのを探したんです、うん、ああ、その話してもらいましたね、前にね。ね、覚えてらっしゃる方。はいはいはい、そうそうそう、うんうん。それで自分の中でこうどこだったらいけるそうかってところで自分でそのつてとかとかも全部いろいろ伝った。で、行った結果で。行動力の人なんだよね。うん、そうそうそう。で、町田行って、うんうん、まあ、今年レンタルで福島来てますけど。はいはいはい。すごいなっていう。なるほどね。もともとちなみにあのドッジボール選手なんですけどね、もともとは小学生。ドッジボール選手。そう。全国大会かなんか優勝してんの。そうなんですよ。小4小5の時ドッジボールプレイヤーで、そこから小6であのサッカーに来たっていう。ドッジボールプレイヤーって何、種目としてあるんですか、ドッジボールって。ありますあります。なんか多分大会とか出てたんだと思われるんですよ、うんうん、でもただ中学生以降ってなかなかなくなったりするからってので、なんとなくサッカー始めた結果プロになるっていう。なるほどね。じゃあ今でもホットアップつけたくてしょうがないわけね、ボール持ったら。かもしれないみんな内野なわけね今ね。そうです。なるほどね。本当は外野にパスしたかったりするわけ、ね、そうですね、うん、いいですかこの話も。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。渡辺です、みんな注目です。はい、はい、ということでございます。1に福を島が勝ちました。福島14位、そして岐阜は6位、ね、うん、勝ち点37のということでございますね。ママということでございます。はい、はい、続いていきましょう。あと2つでございます。ドン、こちら鹿児島セレッソ大阪 U23 は0-0のドローということになりましたよ。いやー、ただねー、高校生チームで見せる成長、彼らも就職活動なんだと書いてくれました先生。そうなんですよ。どういうことですかこれは。あのまずね、うん、まず言うと、はい、7月の25日だから3ヶ月前に実はセレッソは鹿児島と対戦してるんですよ。はいはいはい。でその時はあのセレッソホームでやってて、あれですね、うん、あの酒本選手にハットトリック食らった試合です。ああ、ありました。はい、うん、すごくないですか。 5-0 をアウェーで 0-0 で終えたんですよ、この高校生チーム。それ考えたらすごいですね。相当な成長ですよこれ、うん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 、でこの就職活動なんだっていうふうに書いたのも、うん、要は来年はなくなります、うん、U23 チーム。そうなんだよね、残念だけどね。で現状のこのトップチームのことを考えると、はい、まあ、高校にまだ2年生の子たちはまあ来年3年生だから置いといて、はいはい、うん、全員レンタルの可能性がある。むしろだって放出すらある、うんうん、ありえるんですよ全員が、うんうんうん、そっか。もうここから一戦一戦この終盤なんてもう全部、ああ、そういう意味の あのアピールの場ってことね、就職活動っていうのは。うなるほど。だって我々例えば、うん、あの一般、例えば今ね大学生とかで就職活動されてる方とかもいると思うけど、正直会社ってこと選ばなかったらどっかは行けるじゃないですか、ぶっちゃけ。まあそうですね、何万といるから、はい、確かにね、そうですね、はい、サッカー選手たちはプロでやろうと思ったら50いくつしかないわけですよ、うん、いやー、そうです。キーパーなんか本当その数しかないんだから。そうそうそう、特にね。しかもね、はい、J3 でやってる子たちだから J1 に急にステップアップなんてありえて、そのレンタルで藤尾とかだったらありえるかもしれないけど、なかなか可能性がないわけだから、はいはいはい、十いくつの、しかもその中でもありえるかどうかもわからない希望にこうすがりついてっていうところがあるから、どれだけでも自分の持てるものなんて今出しておかないと。なるほど。先がないんですもん。うんうんうん、確かに。なんかそういうところなんか見せてくれてるな。考えたらこっから熱いっていうことね、ここの差埋めてるっていうのはそういうモチベーションもあるってこと。そうなんですよ。うん、でしかも結局言うと、これあのシュート数だけで言ってしまったら鹿児島5本、うん、セレッソが13本と、はいはいはい、前回 5-0 で負けた相手に対してシュート数だけで言ったら上回った結果で終わったんですよね、セレッソが、ね、でもただそれをまた止めにかかったのが、うん、鹿児島ユナイテッドのゴールキーパー畑実選手だったりするんですよね。そのこの畑選手もそれこそ今シーズン初出場でもあったんですが、うん、彼はそれこそあの社会人経験してますから、アイン食品っていう、ああ、だからある意味ではこうプロでやること の, その重要性みたいなことをやっぱりこの全プロサッカー選手の中でも最も分かってる人のような感じもあるので、はい、なんかそういうプロってこういうことなんだぞ、プロになるにはどうすればいいんだみたいなことのせめぎ合いがひたすらこう深い、ね、うん、行われてる感じがあったんですよね、うん、サッカーで生きていくというテーマがこの試合には詰まってるってことなんですね。でしたね。うん、いろいろこうサッカーの歴史とかそういう部分に対しても深いような試合でございました、うん、なるほどなるほど、はい、はい、鹿児島対戦です。大阪 U23 を 0-0 のドローで終了しております。さあ続きまして J3 最後でございます。富山と岩手、こちら 0-1 岩手が勝利しました。いやー、ついにブレンネルが決めまして。ブレンネル決めてなかったんですね、意外でしたね。初ゴールって言ってましたけどね。そうなんですよ、はい、なかったっけって僕も確かに思いました、うん、はいはいはい。
でもだからこの富山相手にまた勝ったっていうのはちょっとでかい話ですよね。はいはいはい。で実は優との話なんですけど、うん、今までまあちょっと J3 ってちょっと前結構試合数変動するからまあ分かんない部分も結構あるんですが、うんうんうん、グルージャなんとこのペースでいきますと、はい、過去最高1試合平均勝ち点とかになりそうなんです。あ、ただいま11位にこの試合終えて上がりました。勝ち点26。そう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 、うん、もう富山に追いつく勢いになってきましたね。これちょっともうびっくりですよね、正直、はい、今までのことを考えて、はい、ただスタート考えるとね。そう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 、はいはい、だからスタート段階のその出遅れの分だけちょっと抜いて考えると、うん、中盤戦以降のグルージャって結構上位争いしてるんですよ。いやそうですね、やっぱり我々 This is my club でもあの土井子、ね、土井選手にゴールキーパーの、ね、あの、はい、そうそうインタビューさせていただいた時に、うん、はいはい、今年はありますよなんてかなり充実のテンションでお話されてましたけど、はい、やっぱそれでその時言いたかったのはこういうことだったのかなってのを改めてなんか思わせてくれてるな。なるほどね、はいはい、で我々もね、こうあの、うん、より世の中的にも秋田監督大丈夫かって今までのそのであのデータ考えたら厳しいんじゃないの、うん、なんてことも言われてますけど、はい、もしかすると得点も失点も勝ち点も全部あの最高益とか、うん、レベル高いところ持ってくる可能性が高いんで、すごいですね、はい、これちょっといい蜜月関係になれるんじゃないかなと思いますね。岩手の秋田ということでね、まあちょっと分かりにくくはありますけれども、うん、それを笑いにしながらね。でも本当すごいなと思います。国民的なんかそういう風になっていけばいいですよね、うん、だから優勝は確かにちょっと厳しいし、特にライバルの秋田がね、うん、あの昇格しちゃいそうだからこれは悔しいってのはあるかもしれないけど、まあ はいはい、でもやっぱり今まで経験したかなかったところまで行けるってのはやっぱでかいから大事ですよね。そうすると、はいはい、そうなんですよ。そうすると新しいまたねいい選手入ってくるとかってことまたできてきますので、うんうん、はいはいはい、これはグルジャやりましたね。そうですね、うん、はい、でもうそう考えるとやっぱりカターレですよね。カターレ、うん、そうなんです。これだけの戦力をね持ちながらちょっといまいち最近勝ててないと言いますか、成績が振るわないということです。今年がだからでもやっぱり、あの元々のベースが去年だなっていうのはやっぱり変わらないんですけど、はいはいはい、まあいわゆるねアシスターズが抜けてストライカーズが入ってきましたが、うん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 、なんかやっぱり強いて言うんだればストライカーズまでそのボールが届かない傾向は高そうだなっていうところと、はあはあはあはい、あと今年は特にその椎名選手やあと花井選手の決定力が高いので、うんうん、はい、彼らで決めていわゆる前線メンバーでプレスして2列目で決めちゃうみたいな傾向も高いから、うんうん、もしかすると想定とはちょっと違うプランになっちゃってる部分ありそうなのかなってところが思いますと。そうか、うーんですね、そんなところは感じるところです。なんかプレー一つ一つとかね、見てると全然この順位には見えない、ね、全然見えないですね。シーンとかの思い出を振り返ってもね、もう勝ってるようなイメージですけど、勝負をものにできてないってことなんですね。そうなんですよ。もう試合内見てもこの日もその椎名選手がカットインでこうなんかシュート打ってったりとか、はいはい、あと終盤だったかな、うん、あの戸高選手がなんか 2,3 人抜いてゴール決めに行こうとしたりだとか、はい、いいシーンなんてたくさんあるんですけど、うん、まあだから必要なタイミングでポンと先にこう決め切りたいっていうところが去年と今年のなんかちょっと違った部分になってきてるのかなっていうのは、サッカーの難しさだったりもするんでしょうかね、はい、またあとはちょっとねレーダーチャートとかまたね年末ですか、はい、あの我々もまたね、通信簿シリーズ作ると思いますけど、そこで違いとか皆さんに見ていただけたら嬉しいかなと思っております。はい、はい、ということで、富山岩手は01、岩手が、11位、富山は10位ということになりました。それではベストイレブン先生が出してくれました。ご覧ください、こちらです。はい、はい、こうなっておりますね、はい、523になりました。はい、フォーメーションが、はいはい、キーパー大内選手が、MVP になりまして、はい、ディフェンス3、あ、センターバック3枚、秋山選手、西尾選手、白井選手入りましたと、はい、でサイドバックに、5バックのサイドバックに吉田若里入り、はい、1番に池谷藤山入って3枚が田村イスマイラ3だとなりました。はいはい、2人が吉田伊吹でカンメラ、うん、で流星、うん、島村奥の浦上平松でキーパー2人で畑長沢と入りましたと。なるほどね、なメンバーでございました。はい、ありがとうございますということでございました。そして、先生順位表も一応見ときますか。はい、用意してるんでね、はい、全部の順位表です。こちらドン出ました。はい、はい、もうざっくり出ておりますけれども、うん、J1、J2、J3 の先生順位表が今出ました。はい、はい、まあ本当に川崎も福岡も秋田もと、はい、強いですね。そうですね、確かにすごいさ、うん、まあもう
今ね、あのすごい、いつもやってるあの順位のね、あの、はい、平均勝ち点差みたいなところちょっと話すと、まあ、J3 からいこうかな、はい、今終わったばっかだし、うん、今残りもう J3 残り12試合です。はい。なんで実質的なその逆転可能な勝ち点は、もうそんなか。そうなんです、はい、6なんですよね。うん、なので、まあ、秋田はもう2位の長野にすら勝ち点12差なので、はい、まあもう盤石の状態と、うん、で6差で考えるとやっぱり長野、熊本、相模原、鹿児島、岐阜、ここがちょうど勝ち点5差の中にいるので、はい、まあ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 ここまでがっていう話でなってくるのかなと思います。なるほどですね、はい、で続いて J2 ですね。はい、J2 で、はいはい、見ていくと、うんうん、まあ、1位の福岡がまあちょっと抜け出した感もありますが、残り15試合ですね。うん、はい、なんで大体はこちらも7ぐらいで考えればいいかなと思いますけども、うん、はい、そうするとまあ4、徳島が52なので、そこからまあ7引けば45、うん。やっぱり上位4チームでの争いかと思うけれども、まあ、2位、3位よりかちょっと崩れてくるようだと、新潟、甲府にもちょっとチャンスが出てくるんじゃないかと、はい、なるほど、いうところになってきております。うん、で、めんどくさいのが J1 です。うん、はい、今なんと1位川崎、2位セレッソ、3位東京ですが、うん、この順位表はちょっと違いますと、はい、実はあの東京は試合数26試合やってるので、うん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 、でその1個下のガンバは23試合、うん、なんと3試合差あるんですよ、はい、なんでそれ考えるとガンバは東京と順位ある意味変わっておかしくないのが、うん、変わるので、ここは、はい、まあ、ほぼ1位川崎、2位をセレッソ、ガンバで争ってる状態ですね、うん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 、で、あとその東京と並んでるのがある意味名古屋、鹿島あたりになってくるのかな。なるほどね。で、マリノスも、8位の柏が23試合でマリノス26試合だから、ある意味では広島、浦和、柏、マリノスあたりが並んでると見てもいいかもしれませんね。はい、はいはい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。いやー、今日もお送りしてきましたね、アフタートークでございますけれども。ありがとうございました。いやー、たっぷり。ね、やっぱ、ミルワカ、全試合、理解でございます、今日もね。ちょっとレイアウトもね、新しくしてやってみましたけれども。いかがだったでしょうかと、はい。ちょっとお知らせしていいですか、先生。はいはいはい。今、画面に出てますけどね、こちら、週末の結果&順位、全部読み上げという動画を私出したんですけど、あら、これ、ミルワカ、虎の穴チャンネルね、ぜひ検索していただきたいんですけど、やっぱ自分は、今、この過密日程の中で、どんなチャンネル、どんな動画欲しいかなってた時に、10分でですね、はい、結果だけ、試合結果と順位全部、J リーグ1、2、3とプレミア、ラリーガ、ブンデスリーグ1、セリア、ベルギーを10分で私がただ読み上げてますんでこれ良くないですか。僕はこのチャンネル、こういう動画が欲しいんで、今自分で作ってみました。これ毎週月曜日やってみようかななんて思ってるんですけど、いかがですかね。ちょっとすげーな、なんていうんですか、皆さんのご意見募集中ということで、ぜひこの辺もよろしくよろでございます、はい、ということでございます。ミルワカ虎の穴チャンネルで今公開してますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして何よりもね、あれですよね、メンバーシップミルワカ奥座敷、こちら明日でございます、はい、まだ間に合いますんでね、うんうん、ぜひチケット、そしてメンバーインしていただければ嬉しいなということでございますね。ございます、ね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ヒヤゴンさんから来てますよ、はい、井上アナの聞きやすい読み上げ、はい、ありがとうございましたと。そうですかね、井上アナ寝起きのガラッとした感じしてるね、もう読み上げるだけなんでね、はい、ぜひぜひぜひ全部正座式聞きました。いや、正座式聞かなくてください。何かしながらね、家事とかしながら聞いていただければいいな。はい、はい、お願いします。先生どうですか。もう終わっちゃいますけれども、今日もたくさん来てくれましたね。いやー、本当にもう皆さん、まずありがとうございました。普通になっちゃってますけど、この過密日程一つもサボらずにやってますからね。はい、ありがとうございます、先生。いやー、これね、まーさん、はい、僕もすごいもんで。もう慣れまして、いい加減すごいことですよこれ。もう疲れも感じなくなりましたよ全部筋肉ついたってことですね、もうね。そうっすね、はあはあ、でぐらいの感じですねでぐらいの、もっと濃いよぐらいになってます。そうですか、はい、もっと濃いよ。もうもっとこの時期欲しいけど、もう起用がないんでねこれね。そうですね、もう正直それはやめてほしいし、駆け抜けましょうこれはね。実はね、マーさん、はい、ペース的に言うともうピーク超えたんですよ、はい、そして。あ、そうなんですか。要はここから J1 がですね、はい、非常にめんどくさいことになります。実はめんどくさいことになるとは、
はい、はい、要はもう次の週末からなんですけど、ACL 組がもう先にやってるので、あ、第24節って言っても9試合やらないんですよ、はい、っていうのがここからちょくちょく出てくるから。なるほどね。そう、いわゆる29試合分レビューするって、もしかしたらもうここからそんなに多くないんじゃないって、最後の終盤戦ぐらいしかない。そうなんですか。そうなんです。アフタートークって書こうとして、アルタートークって書いちゃうぐらい疲れてるんですよ僕は。いや、今日の声で分かりますもん。え、そう？はい。なんか声に出る？はい。アフタートークね。はい。そうだから今ちょうど杉並久さんからも来ましたけど、うん、川崎なんてここは2週間空くんですよ試合。ああ、そうですね。川崎的にはでもいいですね、勝って終えて。そうなんですよ。今日もありがとうございました。でもだから、ただちょっとそうなってくると問題なのが、何月だっけね、あれ8月くらいにありましたけど、うん、ガンバがそんな感じとか、うん、トスだったかな、トスが新型コロナウイルスのでちょっと空いちゃって、はいはい、うん、試合がだから10日くらいなくなった時に、うん、10日空いた上で試合やったら、他はほらもうバーってずっとやり続けてるから過密日程のその緊張感の中で、うん、だからガンバがそれで負けちゃったみたいな。で、宮本監督もだから試合こんだけ空いちゃったからちょっと心配だなっていう、ね、本当にそれがね、うんうん、起きちゃったってなってから、次がなんか心配ですけど、ナイスパーでございます。そうですね、ありがとうございます。 Go crazy! ありがとうございます。まだまだ進みたいと思います。クレイジー悩みは続くわけでございます。本当お付き合いいただいてありがとうございます。申し訳ない。ありがたいですよね。もうありがたいございます。勝手にやってんのにね、我々ね。本当ですよ。人が集まっていただいて嬉しいですね。そうですね。明日もトークライブやらせていただきますし。ですからね、うん。明日気合い入ってますからね、先生ね。準備が済んでるし、準備しながらいろいろやってると。ね、なんで明日はね、うん、ライブ配信の前にまーさん、はい、あさって分以降のちょっと収録の方やらせていただければ。今日はやんないんですか、収録の後は。今日はいいかな、明日やりましょう。仙台が唯一1個残ってるんで、仙台がそう、台所事情の。ああそうですか、それは明日業務連絡してる、ここでね、はい、ありがとうございます。あげていただければ。わかりました。はい、ね、イルワカはこれからもね進んでまいりますので、ぜひお楽しみよろしくお願いします。今年は言語化だ。お疲れの2人に栄養ドリンク代をありがとうございます。ごめんなさい、勝手にやってるのにね、すいません。ありがとうございます、ね、ありがとうございました。もうちょっと喋って終わります、先生。そうです ね、せっかくこれだけの人数の方聞いてくれてますから、ね、5分喋って終わりましょう。本当そうで、ね、5分雑談、ありがとうございますね、はい。大阪ダービーの前日、その前にそうだ、これ言わなきゃ。なんですか、皆さん一応今週はですね、J1、J3 に関してはミッドウィークが正式にはないです。ちょっと移動日の試合だけってことがありますけど、はいはい、なんで J2 だけという形にはなるので、ライブ配信じゃなくて一応収録という形でライブ、はい、スカウティングとレビューは出させていただければと思います。はいはいはい、なんで次のライブ配信は金曜の夜でございます。はい。内部までよく分からみるわか好きっていただきました。励ましのノービル佐藤先生に励ましのお便りをということで、ペコリー、なんだろうな、ご飯食べました？ご飯まだなんですけど。でしょう、だって先生いつもそうなんですよ。8時半にデータくれるまでだって6時ぐらいからバーッとやってるわけだからね。あとただ今日はねちょっと髪切りに行ったりとかしてたんで。髪切った？髪切った？そうなんです、はい。ああそうですか。今のスケジュールだったら金曜日にちょっとゼルツクさんの方のスケジュール、収録に私行ってくる。ゼルツクロケに行ってくるの？あ、スタジオを行かせていただく。どこスタジオ？原宿？原宿、そうですね、そっちの方で。綺麗よ、あそこのスタジオ。めっちゃ綺麗よ、先生。ねえ、うん。そうなんです、そうなんですよ。ね、ゼルツク行ってくるんで。ちょっと、ここの聞いてるミルワカの皆さんと僕と約束してくださいよ、ゼルツクで。ほら。なんか点取ったらこういうねガッツポーズがあるけど、ミルワカミンがゼルくっつく見た時、あん時の約束だってわかるような、あ、赤い眼鏡言ってください。ねえ、ないっす。ないけど、それは。あ、それで散髪行ってきたの、先生。ちょっともういい加減長いんで、やっぱ映るからね、それはね。何がいいですか、皆さん。何がいいですか、約束。なんでしょうね、使ってくれるかがわかんないからまたあれですけど、ね、だからおでこにタトゥーとかですよ、もう使わざるを得ない。やめてよ。おでこにゼルビアのタトゥーどうですか、先生。ああ、いいね。そうするといろいろね、今後のあれに活動に偏り出ちゃうから、おでこにちっちゃくひらがなでゼっていうタトゥー。
どうですか。じゃあ、どうも、ノーミルク佐藤ですって言ったときに、こう、手でこう、Z 作ってください、両手で。ゼルビアの Z、どうも。いいです、これね。うん、Z。アイドルみたいですね。いいですね、これ。なるほどね。これからアフタートーク1時間しましょう。いや、誰が聞くんですか、それ。はぁ、カップヌードルにチーズ入れすぎて絶賛胃もたれ中ですって、クッキーガーさん。いいですね。牛の着ぐるみじゃなかったんですか。いや、牛の着ぐるみは牛の着ぐるみですよ。牛の着ぐるみに牛乳瓶のかぶり物ですもんね、先生。そうこれ売ってなかったんだよ、俺探したんだけど、最初、ね、最初もね、トークライブの時ですね、そうそうそう、2年、3年前ね先生は俺が探す前に嫌ですって言ってたんだけど、俺は探したんです、まあね、一応このロケというか、参加戦も行かせてもらったんで、まあ、一応同じ服装では行こうかなと思って。先生は本当何も表情も喋り方も変えず、かぶり物するだけで全然変わります。これいやでもね、マーさん、いや俺だったら嫌ですよ、俺だったら嫌だ。いやでもね、マーさん偉いもんで、ええ、今なら別に僕、はい、いいかなと思って。いいですね先生、牛のかぶりもんでもいいと。でそれで真面目に話してると逆にもう担保されるわけです、ユーモアと可愛げは。先生がどんななんて毒を箱がっていうかね、もうね、どんな大丈夫、魚くんだよ、そしたらもう。いや、魚くんだったらちょっと違うと思うんですよね。魚くんだって、はい、ギョーとか言ってるから、ちょっとあざといじゃない。先生は何にも変えずに、あざとくもな、もうほんと知識人。ただ被り物が牛。で、名前がノーミルク。これは素晴らしい。ねえ、皆さんどうこれだけでもうなんか、キャラ立ちっていうか、何言っても許せる人になるっていうか、言い切れる物事。いや、いいね。どんだけ、なんだよこいつ、何分かってるの、口聞いてんだよ。でも、思っても、牛の被り物してんすよ。でも、かわいい、もう、ほら、すごい先生。反響がすごい。いや、いいよ、いいよ。ゼルツクはさすがに厳しいけど。そう、もう時間がないからね。今度。なんかほら、はい、お邪魔するあれだからあれだけど、ね、トークライブとかね、今後またできるようになったら、しちゃえば、はい、いずれそういうお邪魔するみたいな時もうこれが僕ですからっていうね。そうですね、ことになれば。いいよいいよ、僕にさせられてるスタートでいいじゃないですか。そうですね、ね、こうすごいいいと思うんですよ。真面目でいいんだもん、だってなんなら今より毒入ってもいいぐらいですよ。毒吐こっかな、じゃあ。毒というか、もっと辛辣なね、ことを言うことがあっても、いいね、この人は牛かぶってんだからっていうね。ということでございますね。マーさんも何かかぶらないと違うんですよ。ニュートラルな人がいてこそなんですよ、これはね。そうですね。そうなんですよ。そんな。いやいや、はい、ありがとうございます。いやー、マーさん、皆様ありがとうございます。はい、奥座敷で練習しましょう。わかりました。じゃあ明日無理なんで、来月の奥座敷でそれデビューしましょう。ね、私見繕って、あれちゃんと僕も見繕っておきます。先生も自分で見繕ってだって、まあこの時期だからね、多分自分で探しても もはや早いかもしれないってのもありますから。そうですね、わかりました。とりあえず今月中に1回、近くのドンキホーテを見に行ってきます。何見に行く？東京のドンキホーテだけ見に行く。いやでもアマゾンでいろいろありますから、これ相談してください。確かにね、僕いいの見つけてますよ、もうすでに2年前ぐらい。わかりました。いや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 、てなわけで、ミルワがこれからもね、なんかこう皆さんの日々のね、問題解決に勤しんでいきたいと思っておりますね。すっとサッカーをもっと楽しめるようにという、はい、はい、より聞きやすい、より馴染みやすいね、頑張りまーす。発信側でありたいと工夫をしますので、ご意見ご要望もろもろよろしくお願いします。お願いします。面白かったということで、明日、あ、そうだ、あと、うん、皆さん一応あれだ、またね、うん、今週中ぐらいに、はい、コミュニティ欄、 YouTube のコミュニティ欄にまた僕、はい、その質問コーナーみたいなのまた作ると思うんで、そちらまたいただけましたら幸いでございます。はい、よろしくお願いします。あれはもう顔出しでやるって決めてますんでね。そうですね。あれは先生、また牛が出るか、いつ牛が出るか分かんないですから、皆さんね。よろしくお願いします。はい、あ、ハロウィンだから今月末。売れちゃいますよ、早く。
争奪戦だよ先生。牛はやんねえよ誰も。いやわかんねえ、今年は間に合わないけど来年のハロウィンあたりはもう牛かぶってたら、あ、ノーミルク砂糖のコスプレですかっていう感じになりますから。牛はそんな世の中になって皆さんもこれがいいんじゃないかっていう、じゃあリンクを、私のツイッターまで送っていただきたいと思います、ね、色赤虎の穴のね、私のツイッターの方にまでこれ見つけましたっていうのね、候補として見つけますんで。じゃあなんか黒白のカーディガンとかなんか見つけようかな。ああ、いいんじゃないですか。か黒のカーディガンに中白とかね。あ、確かにね、白のカーディガン中黒とか、それはあのホームとアウェーで分けたらいいんじゃない。今日そのお外出てた時に白のカーディガンないかな探しにしたんですけど、なかったんで、なんか良さげなのが、なんかそれもありかもしれない。見つけましょう先生、いいのがありますよきっとね。それだったらもう完全にノミルクさんですから、もうメガネもはっ、なんなら今のヘッドホンもそのままでいいですから。もうあれですよ、散歩しそうになるとごめんなさいね、今回みたいな散髪に行く意味はなくなりますけど、それだけごめんなさい。それだけ僕の私生活もあるわ多少。散髪に行く意味は、そうですね、まあ、脱着可能って感じでね、いいじゃないですか。いいじゃないですか。いやいやいや、あ、面白い、ありがとうございました。ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで先生からお知らせはもう大丈夫ですね。そうですね、とりあえずライブ配信としては、はい、まあ明日の方もしくは、はい、金曜日の方ですね、そうですね、はい、もしくはまあ動画に関してはまあまたね毎朝まあポン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 上がると思いますので、そちらもどうぞ聞いていただければと思います、はい、よろしくお願いします。ピクリンコでございます。あ、特にみさん、あの各チームのあの台所事情シリーズとかやったら、うん、これはもうあのもうぜひぜひ、はい、いろんなところでご拡散いただければと思います、よろしくお願いします。はい、はい、お願いいたします。ということでお送りしてきました、レビューでございました。井上真でした。ノーミルク佐藤でございました。ありがとうございました。サンクス、さようなら、もう